それでは時間になりましたので、始めさせてもらいます。今日のスピーカーは、小川紀美子先生。小川先生は、ケンブリッジ大学で、英文学を学び、そして先生はジャネット・トッドという著名な先生に習ったという、そういう輝かしい経歴を持っております。そして現在では、上智大学で、英語の、英文学、英語の、はい、英語英文学の先生をされていらっしゃり、非常に学者として、有力な活動というのも、日本と国際社会でしている、ワン・オブ・ザ・リーダーの一人であります。でもう一つ面白いことはですね、文学界という雑誌がございまして、そこの文学界で、書評を担当している。で、雑誌、月刊誌で大きな書評をするというのはきっと大変たくさんの仕事をされるのかもしれないし、それから逆にいろんな実りもあるのかもしれません。今日はですね、小川先生が、アインシュタインの天才論というタイトルで話をしてくださることになっています。それでは小川先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。ちょっとここ、電気これだけ消させていただきますね。はい、今日お越しくださいましてどうもありがとうございます。フランケンシュタインの天才論について、お話しさせていただきます。最後質疑を通ってさせていただいてもよろしいですか。最後その時間をですね少し残して、時間ほどお話しさせていただければと思います。天才論ってあまりこう馴染みのない言葉かなと思いますので、まず私が専門とするロマン主義時代とか、18世紀のあたりにですね、天才論がどれほど文化的な、重要な意味を持っていたのかというところからお話をさせていただければと思います。で、代表格ですね、天才論って言った場合、まず我々、ロマン主義の研究者が思い浮かべるのはこの人の著作なんですね。で、エドワード・ヤングという18世紀の、思想家、詩人がおりまして、で、今日はこの人の詩を分析するわけではないのでさっと、どういうことを言ってたかということだけご紹介して、メアリー・シェリーの天才論の話に移っていきたいと思います。で、彼が言ってて面白いなと思うのはこの比喩なんですよね。独創者と書いてます。オリジナルという言葉を使います。天才ってジーニアスなんですが、もちろんジーニアスという言葉も18世紀には普及するんですけれども、どちらかというとまずオリジナル、これは今でも使いますよね。独創的な人ほど天才であるという前提がありますので、そういう言葉も使って、説明しているんですが、そのオリジナルな、人たちが天才である。で、どういうふうに天才かというと、植物のようにこうぐん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 育っていくっていうイメージが天才の、なんていうんですかね、その成長なり、知識を得ていく、これってもしかしたら経験主義の、イギリスというところのジョン・ロックのタビュラ・ラサから、出発している、観念ということも言えると思います。そもそも人間は生まれた時に何も持たないで生まれてくる、真っ白な神として、赤ちゃんの時から少しずつ知というもの、ノレジを、蓄積していくという、そのイメージもにもこれはつながってくるわけですよね。ですので18世紀といえば、天才はぐんぐん育っていくイメージです。でですね、その彼の作品もオリジナルな、例えば奇想天外なイメージを使ったりとか、
まあ、単なる詩では驚かせることはできませんので、そういうそのオリジナルな発想とかですね、イメージをどのように組み合わせて詩にしていくかというところが勝負なわけですよね。でそれがある種ロマン主義の、まあ、主張というかその流れにつながっていくというふうにお考えください。まあ、その先に天才といえばバイロン教とか、ブレイクですよね。ウィリアム・ブレイクってとても有名な詩人がおりまして、皆さんもこの夏イギリスに行かれた方もしかしたらウィリアム・ブレイク展行かれたかもしれませんが、私はもう絶対見てこようと思って、見てきました。でですね、やっぱり天才の名を欲しいままにする詩人かつ、まあ、彫刻家でもありましたけれども、やっぱりそういう人の作品っていうのはオリジナルなんですよね。でオリジナルな人ほどしかし、まあ、その時代には合わない、あるいはその時代を先んじってしまうばかりにジョシュア・レイノルズみたいな人にウィリアム・ブレイクはコテンパニアつけられてですね、で孤独な、まあ、画家生活を詩人生活を送る羽目になるんですよね。ですので天才というのは、優れたオリジナリティを持ちながらも残念ながらその時代に受け入れられるということはなかなかない。でそのウィリアム・ブレイクの展覧会見ていきましたけども、まあ、まあ確かに色使いといいデッサンのその構図といい、まあ物語が神秘的すぎるとかいろんな問題がその当時には、受け入れられない問題というのがやはり、数多くあってですね、今見たらこれは天才の優れた傑作だということはできるんですが、当時の人間からするとこれはちょっといただけない受け付けられないという、まあ作風であったということが、まあ、実際に見てみてよく分かりました。面白かったのはその展覧会の中、まあ、すんごいもう大きな展覧会だったので何百点と飾ってるんですが、後ろの方一番最後のところに特別な、まあ、仕掛けを準備しててですね、まあ、ウィリアム・ブレイクが、まあ、初めて個展を開いたっていうその個展の再現を行ってたわけですね、テートアブリ展で。でどうするかというと、まあ、これぐらいの本当ちっちゃな空間なんですが、そこで個展を開いたんですよね。で、壁にいくつか、まあ、ブレイクの本物の作品を飾ってあって、で当時のその個展の規模の小ささを、まあ、我々に伝えるべくですね、窓までご丁寧に作ってですね、でその 窓から差し込んでくる太陽まで、再現するんですね。だそうすると我々もこう21世紀にブレイクの その、時代に個展を開かれたその状況を見ることができるしかもこう、かわいそうにそこのその個展ですね、自分ではもう満を持して、開催したんですがほとんど誰も来ない。まあ、天才の、運命っていうのは必ずしも幸せではないということがですね、その、まあ、ブレイク展でよく分かりましたし、ちょっと切なかったですね。かなり切なかったですね。でちょっと天才論に話を戻します。まあ私が今日お話ししたいのは、まあ、ブレイクではないんですが、まあ、そういう時代背景を背負った、まあ、メアリー・シェリーという、女性の天才のお話をですねこれからしていくわけですが、今ここでお伝えしたかったことというのは、まあ、ジョン・ロックの経験主義的な観点から天才論って考えた時っていうのは、みんな生まれた時は平等であるということですね。ただし、身体というものを、まあ、臓器あるいは、まあ、頭蓋骨いろんなものを持って生まれる人間としては必ずしも真っ白ではないという事実が突きつけられるわけですよね。そこが、この時代面白いところなんです。なぜかというとですね、医学的にようやく、まあ神経というものが人間の体内をずっとこう走っていてですね、その、まあ、ウィリアム・ハービーみたいな人たちからすれば血管がまず発見されて、その後で神経が発見されると、その神経というものが何らかしらの作用を起こしている、これがおそらく天才か凡人かの、
まあ、なんというか、自分が果たして天才として生まれたのか、あるいは天才になるのかという問いにつながってくる医学的な発見だったわけですよね。ですので、私が医学っていう、まあ、18世紀の医学といった場合は主に神経学の話をすることになるんですが、そこから派生してくる医学っていうのもいくつかあってですね、今日は、まあ、神経学を中心にして、例えば肝臓学とか骨臓学とか臓器学とか、さまざまな医学がポツポツ生まれてくる時代、その時代になぜ天才というキーワードがですね、まあ、重要になったのか、特に文学作品においてという、まあ、ことを考えていきたいなと思います。まあ、要するに、天才は生まれ持って天才なのか、天才になっていくのかという問いをずっと今日持ち続けていければいいかなと思います。そこでですね、まあ、メアリー・シェリーはまあ、いろんな意味で天才であることを宿命づけられた人間だったわけですね。まあ、なぜかというと、お父さんがウィリアム・ゴドウィンという思想家で、もう当時、有名でしたし、母親のメアリー・ウルストンクラフトに関して言えば、女性の権利の擁護という、まあ、フェミニズムのまあ、本を書いてですね、ベストセラーになるわけです。この両親を持つメアリー・シェリーとしては、何らかしらの、まあ、爪痕を残さないと自分は生きていてもう恥になると、それぐらいまで追い詰められていたのではないだろうかというような手紙も、ね、たくさんあるんですよね。エゴドキュメントっていうんでしょうか、歴史的に言うと、まあ、その私的文書を読んでいると、分かってくるのはメアリー・シェリーの苦悩なんですよね。まあ、父親は天才、母親も天才で、自分が恋に落ちる相手、まあ、後にまた少しだけ言及しますけれども、パーシー・シェリーという、天才詩人が夫なわけで、だから、まあ、右を見ても左を見ても、まあ、プレッシャーしかなかったんでしょうね。それがですね、16歳にしてですよ、16歳にしてもそういう状況に追い込まれちゃうわけですから、さあどうしようという。で、まだ幼かったメアリー・シェリーがウィリアム・ニコソンという、まあ、肝臓学の、まあ、この時代肝臓学って言ったらこう疑似医学というか、その本当の意味での医学ではないですが、ゴドウィンはですね、やっぱり天才にこだわるんですね。自分の娘は天才として生まれたに違いない、そうでなくてはならない、なぜならですね、自分の奥さん、メアリー・シェリーを産んで10日後に亡くなってますよね。言ったら忘れがたみです。で、しかも、まあ、こう燃え上がるような恋をしてですね、結婚して、まあ、結婚しようという話から始まったわけでもない。この当時のやっぱり結婚という概念は、まあ、どこか経済的な安定を求めて結婚するという場合の方が多分、意味が大きかったと思うんですけれども、ゴドウィンの場合、まあ、皆さんも知っている方多いと思います。結婚に反対していた人物ですから、結婚するということはもう自分の心情を裏切ることになるわけですね。そこまでして愛してしまった女性がメアリー・ウルストンクラフトだったということが重要だと思います。で、やっぱり彼女の、まあ、魂に、あるいは彼女の魅力に惚れたわけですよね。だから、しかもその天才である自分に見合うだけの天才天賦の才を持った女性と出会ってできた子供で、しかも10日後に、36年生で亡くなっちゃうという悲劇を経験した後ではですね、やっぱりこう、まあ、どこか、天才の呪縛みたいなものから自分を切り離すということがゴドウィンにはできなかったんじゃないかと。だからわざわざこんなちっちゃな女の子ですよ、肝臓学の先生のところに連れて行って、彼女は天才ですかっていう質問をするかどうかですよね。まあ、天才ですかってこう直接的には聞かないんですけど、どうでしょうか、うちの子はなんとかなりますでしょうかというような質問をするわけですよね。で、やっぱりこの額が、キーポイントらしいですね。肝臓学ではこの、メアリー・シェリーのこの、額の面積が
一番重要になってくるらしいです。その時に、まあ、ニコルソン医師がですね、このお嬢ちゃんは将来天才になるだろう、なぜならば彼女の額を見てごらん、この広さまあこの乾燥学と骨相学の違い後でちょっと説明しますけど、よう分かんなくなってくるんですよね。なんかそのなぜなら乾燥学っていうのは、これはメアリー・ウルソンクさんとも乾燥学にものすごく、凝っててですね、彼女もいろいろ書いてます。骨相学ではなくて乾燥学ですね、フィジオノミーについて書いてますが、身体と魂の関係をうまく言い当てるならば、乾燥学はどちらかというと、まあ、内面が外に明るみに出ることを乾燥学というわけですね。つまり、魂の成長とともに顔の表情が変わったり、まあ、顔の特徴が少しずつ変わっていくことを乾燥学というわけですよね。ですので、まあ、生まれ持ってうんぬんかんぬんというよりは、乾燥学は身体はあくまで内的成長の証であるというふうに捉えようとします。で他方ですね、骨相学とか造形学はまたその正反対なわけで、もう生まれ持って自分のものとしてこう毎日使っている身体っていうのはそう変わんないんだと、もう生まれた時から一緒なんだし、だからもう造形学とか骨相学っていうのはすごく固定化された、まあ判断をするわけですよね。だからこの2つの際にちょっとこう意識的になりながら、メアリー・シェリーは果たして天才だったのか、あるいは彼女は天才についてどう考えたのか。彼女の2つの作品、フランケンシュタインとバルパーガーっていう作品ありますが、どういうふうな天才たちを描いたのか、でその天才たちを描くことで彼女は何を言いたかったのか、果たしてその天才の呪縛から逃れられたのかということに対する回答を、私なりに得たいと思っています。で一番最後に書いているこの唯物論的な方法論って、書いているのはですね、まあ乾燥学は唯物論的かどうかっていうと、さっきも言ったように、まあ、あくまで魂の成長が外の自分のこの他身体の表面に、まあ、表出することを乾燥学というので、そんなに唯物論的ではないんですよね。どちらかというとスピリチュアルな感じです。メアリー・シェリーのお母さんのウルストーンクラフト、女性の権利の用語を書いた人ですね、彼女はやはりエデュケーション、教育というものに重きを置いた人ですから、当然内的な成長がこそが重要であると言った人物です。ですので乾燥学は、ものすごく頼りにしたわけですね。で乾燥学、ラファーターっていう乾燥学の、まあ、有名な人物がいますけれども、彼の理論に基づいた小説を書いてるんですよね、メアリー・シェリーのお母さんがそこも今日時間あったら本当はそこから始めたかったんですけども、まあ、彼女の、お母さんが書いた、まあ、ウルストンクラフトが書いた有名なケーブ・オブ・ファンシーという、ウルストンクラフト学者の間ではもうすごく有名な短編小説なんですが、これなぜ有名かというと、まあ、すごくプラトニックですよね。ケーブっていう言葉を使ってる段階ですでにもうプラトンの話じゃんみたいな。でそこから、じゃあそのケーブには何があるのか、霊がいるわけですよ。でその霊が、まあ、もう死んだ後で話し始めるっていう恐ろしいちょっと、まあ、怪談話なのかなと、もっとねそう驚々しい感じがすごくねさっぱりした健全な幽霊話なんですねファンシーっていうのは。だから要するに死んだ後に自分ってすっごい苦労したんだよねっていう話を、してるわけですよ。で、あの時に誰々と結婚させられて、あ、この人女の人だなってそれですぐ分かるんですけども、で、大変だったねっていう、こうシンパシー、共感を、まあ、誘い出すような、景色になってるんですが、そこではですね、一番最初の強烈なインパクトのある冒頭は、ナンパした人たち、要するに死体が打ち上げられた海岸を、まあ、主人公がその主人公を育ててくれてる賢者ですね、この2人と歩くって話なんですけど、でその歩いていくとそれは死体がすごい形相して死んでるわけですね。恐ろしいっていう顔して死んでいたり、いやもう諦め、もう
定観の顔して悟りを開いて死んでる人もいると。もうこう完全に感想学のサンプリングなんですよ。ケボファンシーぜひ読んでいただきたいと思いますが、まあその感想学をの、まあ、理論というか知識をもとにしてあの短編読み直すとですね、いろんなこと言えるんじゃないかという、そういう、まあ、もちろんメアリー・シェリーも知ってますよね。あのメアリー・シェリーはですね、母をと、まあ、10日後に、要するに自分の自我が目覚める前に母を失ってますから、母と出会いたいと思うともう本に息をするしかないんですよね。もう本を読めばそこに自分の母親がいるわけです。でもどこで読むか、またこれもね、おどろおどろしいんですけど、ユストンの墓場に行くわけですよ。お母さんに会いに行ってくるって、家を出てどこ行くかっていうと、ちょっと裏にあるお墓に行くんですよね。お墓に、まあ、腰をかけるなり、そこの近くに、座ってケーブ・オブ・ファンシーとか、ヴィンディケーション・オブ・ザ・ライツ・オブ・ウーマンとかをただ読んでるんですね。でそこにお母さんの姿を見ていく。自分の母親は天才だったっていうことをが刷り込まれるのはそう時間かからなかったと思いますね。なぜなら、もちろん周りの人があなたのお母さん天才だったよとは言いますよね。特にコールリッジなんかは、あのウーストンクラフトの大ファンでした。特に Letters Written During the Residence of Sweden っていうあの、有名なトラベルライティングなんかもウーストンクラフトの書き物ですが、もうコールリッジなんか大絶賛しています。だからたびたび自分家にやってくる、まあ、お父さんに会いに来るわけですけど、著名なインテリであるとか詩人だったりとかこういうみたいな人はですね、当然あの君の母親はこういう人だったとか、こういう素晴らしい作品を書いたとか、まあ、そういう刷り込みがあるんですよね。さらに読んでいくと、まあ、母親の作品を読んでもそこには天才というテーマしかないんですよ。ケーブルファンシーもこの人は天才だと、この人は凡人だったみたいなことをやってるし、しかもメアリーとかいう、まあ、あの諸小説ですけどね、彼女が初めて 小説を書いたメアリーなんかにしてみてもですね、主人公は天才なんですよ。シーザージーニアスって書いてます。だから要するに母親は天才であり、かつ天才に取り憑かれた女性なわけですよね。でそれを墓場で読むんですよね。もうなんとも濃いあの幼少時代を送っていたということが皆さん想像できるかと思います。まあ、そういうメアリー・シェリーなので、初めて彼女が、まあ、書いた作品、つまりフランケンシュタインですが、フランケンシュタインが天才の物語でなくて一体どういう物語なんだと私は逆に問いたいですね。もちろん、科学の、まあ、SF の物語だと言ってみたりとか、神を冒涜する話だと言ってみたりとか、創造の話だと言ってみたりとか、まあいろいろありますよね。あの出産の話っていうフェミニストの評価もいますよね。まあいろいろ読み方は、まあ、多様だと思いますが、今日私が一番こう着目したいのは、やっぱり彼女は天才であったということから始めてですね、しかも天才に囲まれて生きていたということ、でしかもその天才って考えた天才たちに囲まれて生きていたということ、そういうのをすべて、まあ、考え合わすとですね、フランケンシュタインという作品が天才の話じゃなかったら何なんだろうと思えてきちゃってですね、それで今日はもうこのテーマで押し切ろうと思って、準備してきました。でまあ、どういう人がいたかっていう話、今もうすでにあのこれ見せながら喋った方が良かったですよね。あのすいません、私結構先走って勝手に喋っちゃうんで、あの、スライドがあるの忘れてました。で一応こういうこういう人たちですよね。まずお父さんが、政治的正義というあのポリティカルジャスティスという本を書いた思想家でありです。かつまあ、フィクションも書く、小説も書くんですね。で、ケレブ・ウィリアムズという、まあ、これもゴシック小説なんです。あのゴシック研究者は大体あのメアリー・シェリーのフランケンシュタインの、ソースですね、インスピレーションはケレブ・ウィリアムズだと言います。もちろん、それは一つの重要なインスピレーションなので、このつながりは重要だと思っていますが、今日はちょっとそんな話はしません。で母親は今言った通りメアリー・ウルストーンクラフトっていう、まあ、フェミニストですよね。1790年に女性の権利の擁護を書きました。で夫は、パーシー・ビッシュ・シェリーというロマン、
ロマン主義時代には本当に、有名だった詩人ですね。今でも、シェリー研究といえばもう本当に素晴らしい研究者が日本にもたくさんいます。私は詩が専門ではないので、あまりシェリーの詩は分析しないんですが、医学史の研究をしている観点からこれまで、シェリーの詩は分析はしてきています。で、一つちょっと例を挙げますとですね、後でちょっとこうその例とか電気の話をしたいなと思っているので、今ちょっとここついでにお話ししますと、例えば私もっと前かな、10年前ぐらいに書いた論文がありまして、それはピカリが違う、ちょっと忘れましたね、パルグレープだったかどっかの、ワンチャプターとして、出版してるんですが、アラスターにおける例の表彰、もうその頃から私多分だから例と天才に、関心があったんでしょうね。無意識のうちに、シェリーとの関連でなんとかパーシー・シェリーの詩から何かそういう天才のテーマを読み取ろうという試みは実はその頃からしていたみたいです。なんかこう考えるといろいろつながってくるんですが、でそのアラスターという作品の中で最も重要なテーマが音楽なんですね。で今日ちょっと芸術の話も少しだけしたいので、それでちょっとするだけなんですけども、その本がですね、Music in the 19th Century っていう本なんです。そのブックチャプターとしては、そのアラスターのミュージックという、テーマで書かせていただいたんですが、びっくりするほどこの2人、つまりパーシー・シェリーとメアリー・シェリー、音楽好きだったんです。で、音楽と身体ってあんまり関係ないように思うかもしれないんですが、この時代は身体と音楽はものすごい密接な関係性があったんですね。これはなぜかというと、ファニー・バーニーという有名な小説がいますよね。ファニー・バーニーのお父さん、チャールズ・バーニーがですね、音楽論を書いてまして、ぜひそういう音楽と身体に関心ある人は私のその本を読んでください。そこでチャールズ・バーニーが音楽論の中で言っていることというのは、身体とは共鳴するアクースティックなものであると。なんかもうそれでポエトリーになりますよね。もうな音楽 について語り始めると、もうその言葉がポエトリーになるというか、詩になっていくのかもしれない。だからチャールズ、バーニーのですね、本、こんな分厚い本をですね、ケンブリッジの図書館で何週間もかけて延々と読みました。未だにだからそのフレーズとか覚えてますね。どういう建物の中 その音響が一番いいかっていう研究してるわけですよ。で、何の関係もないと思って読んでいくと、なんかその言語体、つまりそのレトリックですね、が医学の言語体と全く一緒だということにある日気づいたんですよ。ずっと読んでいくうちに、なんかどっかでこれすごい気質あるなと思って、で横に並べるわけですね。こっちにチャールズ・バーニーの本いて、右側に例えば、ロバート・ウィットとか有名な18世紀の神経学の医学書を並べて1ページずつ比べながら読んでいくとね、ほとんど同じボキャブラリーなんですよ。はぁーと思って、そこでバイブレーションの意味であるとかですね、共鳴というね意味で、その共鳴とバイブレーションのこの、イメージというのが18世紀のこの神経学から発生しているということ、その時初めて気づいたという、音楽を通してね知ることができたのは本当幸せなことだなと思うんですが、そのパーシー・シェリーがなぜ音楽にかまけてたかという理由も面白いんですよ。ある時、要するに彼は病気になるんですね。でその、理由も分かんないんです。とにかく体調が悪いんですね、朝から晩まで。もし私はもしかしたら食べてなかったからじゃないかなと思うんですけど、本人は病気だ病気だってずっと言って、でトマス・ピーコックがなんていうんですか、シェリーのこと大好きなんで、もうずっとジャーナリストみたいにひっついてドキュメントするんですけど、読めますけどね、そのパーシー・シェリーが朝何食べとか何食べてないとかっていうのをいちいち書き、ものすごい細かい描写をしてるんですが、とにかくパーシー・シェリー食べなかったんで多分体調悪くなったんです。でもその主治医の、ローレンス・ウィリアムズ、ウィリアム・ローレンスですね、ウィリアム・ローレンスっていう医師が、
ずっとついてですね、これはあなたはこうしなさい、ああしなさいって、まあ、いろいろアドバイスするわけですよ。体調が改善するためのアドバイスをしていくんですが、その時にやっぱりその身体と精神の関係性とか、あとその魂っていうのはどこからやってくるんだろうとか、要するに病気になったがためにですね、パーシー・シェリーが延々と病気と死と生と身体について取りつかれるわけですよ、ここで。それで、まあ、たまたま、まあ、週に1回ぐらいやってくるお医者さんとですね、魂の話を始めるわけですよね。まあ、それは自然の流れだったんだと思いますね。で、自分の身体を理解したいと。で、いつこの命が尽きるんだろうということも考えたいと。で、そうこうしているうちにアラスターという作品が出来上がるんですが、そこにですね、やっぱりそのさっきチャールズ・バーニーが言っていたようなアクースティックの空間が身体の中にあって、それが何らかしらの共鳴、魂と共鳴してこう、あるコンディションを作り上げていると。だから音楽は見えないけれども身体には何らかしらの作用がある。で、それが彼一番分かった、イタリアの大きなの大聖堂の前に立ってですね、オルガンの音が聞こえてきた瞬間があって、それについて書いてる手紙があるんですけど、その一文読むだけでこの人は本当に音楽を身体化してるなとすごくよくわかる文面があるんですけども、まあ、エゴドキュメントなのであれなんですが、まあ、要するに彼のプロメテウス・アンバウンドとか、まあ、ここにもですね、書きましたけども、鎖を解かれたプロメテウスっていう、これは後にフランケンシュタインの副題にもなりますから重要な詩なんですね。で、そのプロメテウス・アンバウンドの後半、前半は皆さん有名なので説明する必要ないと思うんですけども、まあ、ジュピターとプロメテウスという上下関係があって、でプロメテウスは人類のために火を盗んだので、まあ、罪深いということで罰せられるわけですね。肝臓ずっと食べられるとか、まあ、その辺はずっと前半つながってて、後半がですねオリジナルなんです。天才なとこなんですね。で、そのパーシー・シェリーの天才ぶりがよくわかる後半、エイジャという、まあ、キャラクターが出てきますが、歌う場面、コーラスの場面がずっと続くんですね。だからもうこの音楽の、イメージ、明らかにその大聖堂の前で突っ立って聴いていたあの音楽がおそらく頭の中で鳴り響いてたんだと思いますね。で、そういう詩を書きながら身体の中で何か起こっているぞっていう状況、その中で例えばこういう作品を書いたり、アラスターなんかまさにそういう魂の旅について書いてるんですけども、もうだから魂がこう自分の体内をくる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 水の上に浮かんでいる、これもアリストテレス的なんですよ。水の上に浮かんでいる、船に乗ってぐる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 こう回っていくと。だからそれって18世紀の医学のそのレトリックにすごく近いんですよね。リニアの動きってこれも音楽に近いんですよね。だからそのいろんなものですね、まあ、医学だけじゃなくて音楽とか芸術とかそういったものに対するパーシー・シェリーの理解がどれだけ奥行きあったかということは、私その時に理解したおかげで、例えばその天才ということを考える時もですね、割とこうただ天才ってオリジナルだよねっていうことで済ませられない複層的な、まあ、多層的な天才感というか、そういうものを考えるようになってきました。で、この2人に加えて、まあ、メアリー・ウルストンクラフトがいるわけですが、もう1人忘れてはならない、芸術という話をするときに音楽以外でやっぱり覚えておきたいのは絵画ですよね。で、その時に必ず引用される人というのがヘンリー・フュースリーです。で、このヘンリー・フュースリーはもちろん、北欧の、ね、方からやってきた人ですけれども、でも彼はメアリー・ウルストンクラフトと実は親しいって言ってもどこまで親しかったか実は誰も証明できてないんですけども、まあ、メアリー・ウルストンクラフトが夢中になった相手ですね。つまり恋焦がれて、もうストーカーになってしまったという話です。これはゴドウィンと出会う数年前の、まあ、10年ぐらい前の話なので、でも結局失恋しちゃうんですよね。それでこの作品が重要になってきます。で、メアリー・シェリーはですね、
墓地に行ってお母さんの本読みますよね。でお母さんの本だけじゃなかったんですよ、読んだのは。読んじゃいけない本もいっぱい読んでるんですよ。例えばですね、ゴドウィン、お父さんが書いたメモアを読んでるんです。読んじゃいけないですよ、あれは。もう暴露本なんで。子供から暴露本は絶対隠さないけど、まあ、それはでもメアリー・シェリーは何でもかんでも読んでますから、むさぼり読んでますから。で、そこに当然出てくる名前ですよね。自分のお母さんはどんだけの恋の遍歴を経て、ああいう豊かな女性なんです。すごい、いい解釈すれば、ああいう、まあ、素晴らしい女性になったかっていう、あのことを、後に夫になるゴドウィンがですね、亡くなったウルストンクラフトを忍んで書くんですね。これ、当時の、まあ、1790年代ですよ。ウィリアム・ピットのあの保守政権がもう反動政治を行っている最中に、あんな方出しちゃったっていうのがもうすごいことなんですが、当然、まあ、評判悪いですよね。なぜなら、まあ、家庭の天使であらねばならない女性がですよ、結婚する前に何者を、男性と恋に落ちて子供まで、あのフューズリーとは子供作んないんですけど、子供まで作っちゃうっていう、実はスキャンダラスな女性だったわけですね。だからゴドウィンと出会ってようやく結婚して落ち着いたのに、まあ残念ながら亡くなってしまうという人生だったので、まあ、思い返してみるとウルソン・クラフトの人生は本当に波乱万丈だったと。それでですね、やっぱりそのヘンリー・フューズリーという人に恋したという事実はメアリー・シェリーの中にインプットされてますね。でだからこの絵を見て、あれなんかこれも既視感あるな、これはどこの場面で見た設定かなと思うとですね、フランケンシュタインのエリザベス・ラヴェンザが、ベッドチェンバーで、あの寝室で横たわっている描写と全く一緒なわけです。だからメアリー・シェリーの小説はある意味パッチワークなんですね。何のパッチワークか、天才のパッチワークなんですね。だからヘンリー・フューズリーのイメージも使っちゃおうと、あるいはたびたび家を訪れていたコールリッジのエンシェント・マリラの引用も入ってますよね。だからなんかこういろんな人のいろんな天才ぶりに多分彼女は、まあ、感化されて自分もそうなりたいと思うあまりに、もうそういう、部分的に断片をですね、こう、縫い合わせたもの物語にしていくわけですね。だからその象徴的なものがクリーチャーという縫い合わされた、まあ、死体が縫い合わされたクリーチャー、被造物になったわけですね。だからあそこの本当にこうなんていうか物語を想像していく過程プロセスにおいて本当に複雑な思考が巡ってると思いますよ。この物語はこういうふうに書こうなんて意識的に書いたものではない、無意識のレベルでですね、そういうことがいろいろ起こってるんですよね。そこがすごくやっぱり、傑作と言われる、まあ、理由なのかなと思いますが、まあ、フューズリーがこういうのを書いて、まあ、この上に乗っかっているのが悪魔なんですね。ただ、まあ、フランケンシュタインの被造物、あのクリーチャーはもっと大きいので、あのこれよりももっとこう巨大な、クリーチャーが女性を襲うという話にはすり替わっていくわけです。で、次、天才フューズリーの、まあ、想像力っていうのがどれだけその時代の、もう本当にメアリー・シェリーだけじゃなくってですね、いろんな人の想像力に働きかけていたという、まあ、まずこれがあれですよね、フランケンシュタインの中のイメージですが、さっき言ったその寝室のエリザベスが亡くなった場面よりももっと前にですね、実はエリザベスが死ぬと、殺されて亡くなるだろうと予兆する場面があるんです。それが物語の前半に出てきてるんです。そこをちょっと説明、ちょっとだけしますと、ヴィクターが口づけをするや否や、まあ、これあのエリザベスが向こうからこう走ってくるわけですよ、夢の中で。これだから現実に走ってくるんじゃなくてですね、夢の中で走ってくるんですよね。それで口づけをするんですけども、その瞬間彼女の唇は血の気を失うんです。でそのもうどんどん死体みたいになっていってですね、ついには母親の遺体になってウジ虫が湧くっていう、まあそれは恐ろしい
イマジネーションの持ち主なんですが、この死というものに取り憑かれているメアリー・シェリーの想像力というのが一つの魅力なんですよ、フランケンシュタインの。ただその描き方っていうのがやっぱりフューズリーのあの悪魔という、だから誰が悪魔なのかっていうことを考えると面白いですよね。クリーチャーが当然エリザベスを殺すわけですけれども、本当にクリーチャーが殺したのかっていうことをこの夢の中ですごいフロイト的ですけど自問自答してるわけですよ。クリーチャーが最終的には殺すんだけども、クリーチャーを作ったのは誰だと、悪魔を生み出したのは誰だと考えたときに自分なわけですよ。ヴィクター・フランケンシュタインという科学者が恐ろしい悪魔を生み出してしまった、その生み出してしまった罪悪感に苛まれて見る夢なわけですよね。だから当然この恐ろしい生き物を作ってしまうというプロセスの中でこの夢が現れるというのはごく自然なことであり、しかもその、フューズリーのあの先ほどお見せした絵っていうのはあの悪魔なんですけど、ちょっとこう夢のような、ワンシーンというねところありますよね。つまりやっぱりこの時代夢というものがすごく重要な役割を果たしていた、これは医学的にも重要な意味を持ってくるということをちょっとお伝えしたいと思います。なぜならこの次のですねポリドリっていう、あのもしかしたら知らない、ご存じないかもしれませんが、バイロン教パーシー・シェリー、メアリー・シェリーで、まあ、義理の妹のクレア・クレアモントに加えてポリドリという人が5人集まって有名なあのスイスのディオダチ層で怪奇話をするんですね。そのポリドリって一体誰だとあんまり知られてないんですけど、すごい実は、まあ、当時ですねエジンバラ大学で卒論を夢で書いた、医学の博士なわけですよ。だからバイロンの主人にもなったわけで、それでスイス組んだりまでついてくるわけですよね、お医者さんだから。だから別に友達というわけではなく、お医者さんという立場でバイロンにくっついてきて、でたまたまあのディオダチ層で、まあ、彼も実は作家を目指してたんですよね。医師になりたいけれども、まあ、医学にも興味あるんだけれども文学にも興味ある、でその接点が夢だったんですよ彼にとって。つまりこの、この作品は、アーネストス・あのバチトルトという、そうですね、1週間あれば読めるぐらいの長さの小説なので、興味ある人はぜひ読んでください。残念ながらですね、主人公のバーチトールドという人は、同じような立場、まあ、ヴィクター・フランケンシュタインと全くパラレルなんですよ。なんか知らないけど罪悪感に苛まれてるんですよね。で、このルイーザという美しい乙女がいるんです。心奪われるぐらい美しいんですが、また夢に現れるそのルイーザが。で彼女はやっぱりこう近づいてくると、そのルイーザがお花みたいにフューって飛んでいくっていう、これまさにフランケンシュタインのあの場面と一緒なんですよね。だから自分がなんかこう放出している正気みたいなのが美しい女性を殺してしまうという、これ実はですねここにもあるんですけども、これディオダチ層ですよね、まあ、ポリドリとかシェリーとかクラモントバイロンが集まって怪奇談義するんですが、ここでみんなが一緒に読んでいた物語っていうのがですね民謡なわけですね。だからヨーロッパ中に語り継がれた交渉文化を共有してたんです。で私この、幽霊フランケンシュタインの幽霊というタイトルで論文を書いたのが 2,3 年前なんですけど、この幽霊話をみんなで書こうっていうのはなんで科学の話になったんだろうなって素朴な疑問からいろいろ調べていくと、実はあれ科学の話っていうかどっちかというと幽霊の話だったっていうことがよく分かったんですよね。でそのファンタズマゴリアーナという民謡集があります。これ手に入りますし、頑張れば図書館で読めます。で私は実はもう部分的にメアリー・シェリーが確実に読んだという、まあ、抜きずりっていうんですかアペンディックスになってるやつをこのさっきのこれで読みました。でもしご興味があって
メアリー・シェリーどんな民謡を読んでたんだろう、どんな交渉文化に影響を受けて幽霊話にしたんだろうって思う人はですね、これ買えばついてきます。漏れなくアペンディックスに全部載ってます。で、私はこの本を頼りにですね、その論文書いたんですが、まあ面白かったですね。その罪悪感と幽霊罪悪感と幽霊というテーマで論文書いたんですが、本当に説得力ありますね。このポリドリとセットにした時にだけ見えてくる、メアリー・シェリーの夢とか幽霊に対するオブセッション、つまり夢の中では幽霊と会えるんですよ。で、実際あのメアリー・シェリー、晩年そういう小説書いてますね。それが面白いと思いますね。要するに夢の中では幽霊と会えるんですよね。で、彼女の場合特に母親を亡くしていますし、さらには自分の、姉も亡くしています。さっき言ったその結婚する前に子供を産んだっていう話しましたよね。ウィルソンクラフトはちょっと スキャンダルスな女性なので、イムレイというアメリカ人と結婚せずに子供を産むんですが、そのファニー・イムレイというお姉ちゃんがいるわけですよ。で、そのメアリー・シェリーのお姉さんにあたるそのファニーがですね、自殺をします。で、その自殺の理由はよくわかんないんですが、おそらく疎外感なんですね。これもまた天才の物語と関係ある話で、自分の妹はサラブレッドですね。メアリー・シェリーは選ばれし人間なんですね。ファニー・ムレイは選ばれなかった人間。朝から晩まで駒使いのようにこき使われるんですね。ちょっと本当にある意味シンデレラのミニバージョンなんですが、本当に彼女の人生はゴドウィンの秘書だ。もう秘書という役割は当てがわれて生きているという感じですよね。だからパーシー・シェリーとメアリー・シェリー駆け落ちするんですよ、16歳の時に。その時一番ショックだったのはファニー・イムレイです。ファニー・イムレイは凡人である自分はこの2人につながっていないと生きていけないって言ってたんですね。この話もし読んでみたいという人は、私の先生が書いたノンフィクションの小説がありますので、かなり臨場感あふれる、ノンフィクションになってます。はい、めちゃくちゃ面白い読み物になってるので、もうね、ファニー・イムレイかわいそすぎてずっとボロボロ泣いてました、私最初から最後まで。で、そんな人がいたなんて知らなかったですから、私それまで。だから書かれない歴史ってすごく大事だなと思いますけども、そうこうしているうちですね、ここまで来ましたが、要するにこのポリドリとメアリー・シェリーの接点は夢だというところまで来ました。で、それが、ファンタスマゴリアーナ、ゴリアーナという、民謡をみんなで読むという、ところから出発していて、その中には幽霊とか夢がいっぱい出てくるんですよね、断片としてね。で、それを実はポリドリが、自分の卒業論文として夢の現象というタイトルでですね、書いてるんですが、ジンバラ大学のその多分医学の、部署かなんか行くと、もしかしたらちゃんと図書館に残ってるのかもしれませんがで、私これインターネットでも読めます。私読みましたけど、オートマチックライティングとかすごい面白い現象について書いてます。で、彼はどちらかというと人が書いたものを分析するっていうタイプの医学のアプローチをしていたので、例えば患者さんに会って質問するとかいうことは一切してないんですよね。ただ夢は素晴らしい、こんなにいろんな現象が起こるっていうようなことを書いてます。そこで、初めてウィリアム・ローレンスの名前ここに出しましたが、さっきから何回かこう主治医、主治医って、ね、この時代でもお金ちょっとあればやっぱり主治医がつくんですよね。パーシー・シェリーの主治医は、ウィリアム・ローレンスだし、そのバイロン教の主治医はポリドリなわけで、こういう人たちが常にやっぱり近くにいるっていうのがこの時代の詩人とかインテリたちに大きな影響を及ぼしたんじゃないか。だって四六時中いるわけだから、ただその辺にいて座ってるわけじゃないですよね、話をするわけですよね。だからその会話の中で、例えば意見交換をするという、その身体と魂の関係性について話をするとかっていうことも当然あり得るし、そういう意味ではウィリアム・ローレンスは当時イギリスを席巻したその、論争にもなった、唯物主義者の一人ですね。で、これがどうして重要かというと、要するに
さっきから言ってる生まれた時から天才か途中からなるかっていう議論と関係あるからなんですね。唯物論者というのは生まれつきこうだああだと言いがちです。まあ必ず言うとは言ってないんですけど、まあでも傾向としては、まあ、例えば、ロッキアンの、まあ、ジョン・ロック的な経験主義とはやっぱりかけ離れた、思想を持ってるわけですよね。だからこのやっぱり対比が面白いと思います。で、シェリーが例えばクラウドとかその有名なプロメテウスもありますが、クラウドとかアラスターとかすごく気候的な、気候ってポーラスな、気候ってなんて言うんですかね、皮膚で言うと穴が開いてる、なんか汗の穴とかを気候的とか言いませんか、なんとなくそのイメージわかんない、ポーラスっていう、あのポーラスな、要するにね、自分の体が自分のものでないような要するになんかある種そのポーラスな人間の状況とかコンディションを言語化することにすごく長けてた人なんですよね、シェリーはね。つまりクラウドとかそういうポーラスな詩を読むと、視点がデカルト的なエゴじゃなくてですね、要するに意思を持つ理性的な人間じゃなくてですね、そのポーラスな、スピリチュアルな、すごいミクロの次元まで身体に入り込んで、その身体に入り込んだ自分が観察しているような詩っていっぱい書いてるんですね。だからそれが霊だっていう、まあ、反身論的に言うとそれが霊とかアニマルスピリッツとか言うわけですよ。だからアニマルスピリッツの次元からミクロの次元から詩を書くことによってオリジナルな天才の詩が書けたとも言えますね。要するに身体に対する意識が他の人と違っていたと。それはやっぱりウィリアム・ローレンスがいなかったら無理だったんじゃないかと私は個人的には思っています。つまりウィリアム・ローレンスがおそらく、提供したであろう18世紀の神経学なり何なりの知識というのは、パーシー・シェリーがオリジナルな詩を書くために必要だった知見ではなかったかというふうにも思います。つまりこういう、背景知識というのはパーシー・シェリーを理解する上ではすごく重要かもしれません。で、じゃあメアリー・シェリーの小説に移っていきたいと思いますが、メアリー・シェリーのその作品の中、まあ、2つ今日ちょっと例として挙げていきたいと思いますが、フランケンシュタインとバルパーガで、このまあ、2つの作品の中で、天才と呼べる人たちって誰がいるんでしょうかというふうに考えると、まあ、皆さんが、おそらく最初に思いつくのはヴィクター・フランケンシュタインだと思うんですね。なぜなら科学的な天才ですから。だって生命を創造して死体をつなぎ合わせて生き返らせるって天才しかできないと思うんですよね。だからある種そういうイメージであの作品を読んだとクリーチャーってちょっとこう見逃してしまいませんか。クリーチャーの天才っていうのが実はこう置いてきぼり食っちゃうんじゃないかと思うんですよね。そこら辺をちょっとこう、プロットだけ本当はもうちょっと分析したいんですが時間のまあ関係もあるんで、プロットだけちょっとざっと見ていくと、まず、フランケンシュタインに、まあ、見捨てられますよね。なぜかおぞましいから、しかも美しい皮膚と美しい髪と美しい歯で、縫い合わせて作ったはずなのに、こう全部組み合わせ見て、しかも動き出したらもうおぞましいしかないっていう、そういうことで見捨てられてしまうんですよね。それで、一人で、まあ、森とかあちこちこう徘徊するんですが、どこ行っても、迫害されてしまいます。で、その後奴隷氏家って、奴隷氏家の人たちも実はですね、まあ、外国から来て、まあ、迫害はされてないんだけども、ひっそり、まあ、身を隠して生きている人たちなんですね。ある種クリーチャーと近しい存在として表彰されてます。で、奴隷氏家、の人たちが楽しそうに会話しているのをこうぴったり壁に耳をつけて聞くわけですよね。でも言語を喋らないですから何言ってるか分かんないんですよね。で、文字も当然読めないんですよね、最初は。ところが奴隷氏家の人、まあ、サフィーっていう、まあ、特に外国人がやってきてからはですね、ある種奴隷氏家の人とサフィーとの会話から単語の意味をだんだん割り出していくわけです。つまりクリーチャーもサフィーも同じ次元なんですよね、言語分かんないっていうところでは。
だから一生懸命聞いていくうちに言語が、まあ、習得できていくと。しかもこう窓のそばからこう覗き見をしながら字まで、それはちょっとね、未だに私はちょっと分かんないんですけど、どこまで目がいいんやっていう、そのどんだけ優れた身体を持ってるのか、めちゃくちゃ走るの速いです、まあ、めちゃくちゃ重いものを持てます、で遠くのものが見えますってね、スーパーヒューマンなので、だから多分そのサフィーのテキストをすぐ近くで見てたわけじゃないと思うんですね。窓からスッと見たら3メートル先にあるちっちゃな文字が見えてるんだと思うんですよね。まあそれは勝手な私の想像ですけど、でもなんとなく分かっていただけるとまあそういうよ、そういう意味ではですね、天才を超えたある種の超人的な存在としてクリーチャーがまあ描かれているんですね。それであっという間に言葉を理解するようになっていくんです。で後にはまあ、自分の、まあ、創造主が残した日記まで読めるようになるわけですね。日記を読めたらですね、自分が捨てられたということさえ知ってしまいます。さらにはですね、そのポケットに入っていたミルトンの、パラダイスロストとかですね、ゲーテのウェルテルの悩み、まあ、そういったものをスラスラと読める、これも天才以外の何でもないですよね。そんなにすぐに、しかもサフィーが言語習得をしているそばで見ていてそれが分かるようになるというのはですね、本当の天才なんじゃないかと思うんですが、あのこういうプロセスを経て天才になったクリーチャーというのもちょっと考えてみたいと思いますね。ただここに来てジェンダーの問題に気づきませんか。メアリー・シェリーのフランケンシュタインの中に描かれる天才は男性だけではないですかということなんですよね。それで、まあ、ビクター、クリーチャー、あとウォルトンっていう、あの今日ちょっとあのすっ飛ばしちゃいましたけど、まあ、北極に、出かけていく探検家ですね。彼もある意味では天才なんですよ。ナビゲーションというものを駆使して、ね、その人類未踏の場所に行ってるわけですから、もう天才なわけですね。でもみんな男なんですよね。で先ほどの話にちょっと電気的な話に戻ると、メアリー・シェリーのお父さんは確かに男性です。でも母親であり、かつ彼女にはインパクトが一番強かったであろう天才は女性なわけですよ。そこでちょっとこうクエスチョンマークが出ませんかっていうね。なぜクリーチャーも科学者も、まあ、その冒険家もみんな男性にするという決断をしたんだろうかということですね。そこら辺ちょっと考えていくと、次の作品であるヴァルパーガという小説の天才が女性になるということの必然がちょっと見えてくるんではないかと思います。当然、メールセンターと本当に男性中心的な、インテレクチュアルな文化の中で彼女は、成長しました。それで、ディオダチ層の、まあ、歌劇談義にしてもですね、バイロン教ポリドリシェリーで、クレア・クラモンドは別に何もあの寄与してませんから、貢献してませんから、やっぱり男性の圧倒的な存在感というのが染み込んでしまってるわけですよね。だからしかも大作目として彼女がさあ天才を書こうって言った時にロールモデルがいない、周りに。少なくとも生きている人間の中に天才のロールモデルがいなかったということが大きく、作用しているのではないかと思います。まあ、そこでですね、まあ第一作目ヒットして ものすごい反響でしたから、さあ次の作品、まあ、ラストマンも間に入ってくるんですけど、ちょっとそれも飛ばしてですね、ちょっとこう自分が作家として経験値をこう広げていく中で自分が俯瞰して見えてきたものがあったとしたら、それはおそらく女性が天才じゃないのかという問いだと思うんですよね。そこに来てようやくフランケンシュタインではエリザベス・ラベンダという女性は確かに書いた、ただ彼女はあくまで被害者としてしか描けなかった。でジャスティンという女性も描いた、ただ彼女もクリーチャーにの罠にはめられて死刑にあって死んじゃう女性なわけですよ。だからこう
どう考えてもフランケンシュタインの中で女性の存在感っていうのはもう極めて薄い。だから多分ここに来てようやくヴァルパーガという1823年ですよね、確か出版されるのが、ちょっと俯瞰してみて女性が天才になりうるかという問いを新たに、自分に突きつけてみたんじゃないだろうかと思うんですね。それで、ちょっとジェンダーの問題を考えていきたいと思います。まあだから科学者のロールモデルもこうやって見ていったらわかると思うんですが、チャールズ・ダーウィンのおじいちゃんであるエラスムス・ダーウィンについては、メアリー・シェリーフランケンシュタインの1831年の序文に言及してますよね。ドクター・ダーウィン、あれはドクター・チャールズ・ダーウィンじゃなくておじいちゃんの方のエラスムス・ダーウィンのことですね。だからそのダーウィンの、まあ、おじいさんが、こういうバーミセリ、まあ、要するにミミズみたいなちっちゃいものが水に入れたら動き出すのを見たってどっかに書いてるらしいんですよ。ちょっと それはちょっと確認はできてないんですけど、まあ、要するに生命の、まあ、源ってどこにあるんだろうという疑問を持った天才としてエラスムス・ダーウィンが、フランケンシュタインの序文にですね言及されている、まあ、だからそういう人一人一人見ていったらもう全員男なわけですから、当然ビクター・フランケンシュタインが女性では、うまくいかなかったということもあるかと思います。でジェンダーの議論、するときに忘れてはならないのはルソー対ウルストンクラフトなんですね。でそのルソー対ウルストンクラフトの、このなんていうんですか、対立というか、まあ、バトルというのか、私あの学部が実はそのさっきほどあの紹介していただいた時にあのケンブリッジ大学の、文学じゃなくてですね政治社会学だったんです。で初めてイギリスで、まあ、イギリスの大学ですね、社会学の授業を受けた時にこの授業だったんですよ。インパクト強すぎませんか。だから多分この時のインパクトが私のフランケンシュタインへのそのドアを開けさせたんじゃないかと勝手に思ってますけど、18歳の年若い娘がですねこの2人のバトルの話を聞いた時のもうあの鮮明ななんていうかこうそんなあんなすごいって言われてるルソーがそんなひどい人だったなんてっていうもうねトラウマになっちゃったんですよね。つまり日本で知られているルソー像というんですか、あの教育の父とかなんかいろいろ言われてませんか。もうなんかもう全て壊れてしまいました。もう幻想がなくなっちゃったんですね。あの時の社会学の先生、今でもミセスブラウンってもうすごく覚えてますが、すごく雄弁に語り始めるわけですよ。ルソーって皆さん好きですよねみたいな。でもその後少しずつ少しずつですね、ルソーのじゃあ思想ってどんなのかっていうのをこうやって、少しずつあの教えてくれたんですが、まあブルジョア合理主義、が、まあ、勃興している時代にフランス革命の推進力になるともういいことばっかりなんですよね。でその自由平等とかそういうスローガンの、まあ、思想の根っこにもある、人ですが、ただこう啓蒙エンライトメントの思想をですね広めた人であるにもかかわらず、マン、あフランス語ですか、ノム、ロム、要するに人間というこう言葉の中に女性はいないんだということをルソーがやっぱりしっかり言ってしまっているわけですね。それが、例えばこういう社会契約論の中ではもちろん出てこないんですが、よくよく飲むとノムとかそのロムとかっていう人間の部分 女性含まれてないんですよね。だから自らの自由の放棄は人間たる資格、人間の諸権利、さらにその、あ、諸ですね、ごめんなさい、義務さえ放棄するっていうね、あの要するにこう自由とかその権利の話をまあ、すごくかあの熱く語るんですけれども、結果的にはでも女性はそこに入ってこないでしょというツッコミどころ満載な、実はあの本がたくさんあって、その代表格がエミールなんですよね。だから、まあ、女性は男性従属すべき性って言ってしまっていますし、女性の教育は全て男性に関連させて考えられなければならないとか、あらゆる時代の女性の義務であった、こういうその男性に楽しみとか喜びを与えるのがその義務であって、女性の子供の時からそれを教えなければいけないというね、つまり男性のために女性が存在しているという図式をエミルの中で描いてしまっているんですが、それに対してウルストンクラフトがこういうことを言っています。
女性は生まれつき媚びを売る性というルソーのバカな思いつきは、これ私が勝手に訳してますけど、ちゃんと書いてますよ、書いてますよ、だからその The absurdity ってね、The absurdity in short of supposing that a girl is naturally a coquette is so unphilosophical ってね、で彼女哲学的でないって、で、日常的な霊障に重きを置かないルソーのバカげたこういう話っていうことに、なってるわけですね。で例えば面白いのはこういうこの時代からも中国のちっちゃな足靴っていうのは一応概念として共有されていたので多分こういうふうなことになったんですが、 To preserve personal beauty, women's glory, the limbs and faculties are cramped with worse than Chinese bands、ね、この靴のことを言ったわけですね。だから美しさが女性の栄誉であるという考え方でも、そういうのは知能とか能力が、転速よりもがんじがらめに拘束してしまうことになるんだよという、つまり女性イコール美しいという概念は束縛であると、それは中国の靴みたいなもんでっていうことを言ってるわけですね。でここさっきから言ってるエデュケーションが出てくるんですが、まあ As for Rousseau's remarks, which have since been echoed by several writers, that they have naturally, that is from their birth, independent of education, a fondness for dolls, dressing and talking, they're so puerile, as not to merit a serious refutation that she will imitate her mother as, or aunt, blah 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 って書いてます。要するに、生まれつき、例えば人形好きなのかどうかということですね。生まれつき、ドレスが好きなのかどうかですよね。だからそういう生まれつきこうだああだという考え方っていうのは本当にこの時代、特に啓蒙時代っていうのは、盛んに議論されて、特にウルストンクラフトのヴィンディケーションにはこういう文章もがダラ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 と、並んでるわけですね。でその最後にこう決め台詞的なところでウルストンクラフトが言うのは、あなたは男の子としてしか育ってないの、なんで女の子の気持ちが分かるのよっていうところですよね。だから、ウルストンクラフトは女性を、ルソーよりも少なくとも女の子が周りにいたから観察することは私の方が長けてるはずだと。で女性ってのは元来、飛び回ることが本当は好きなのよ、ただ男の子の前では隠してるだけだからとかね。で実際ジェーン・オースティンなんてもう木登り大好きだったですし、だからこの時代の女性は本当はこっそりおてんばだったんですよね。でも男性から見ると、生まれつき女の子はおとなしいとか、うんぬんかんぬん、だから天才像にはフィットしない女性の、ソフィー像ですよね。エミール像の反対にある家でおとなしく、人形と遊んでる、明らかに天才ではありません天才がそういう、イメージと結びつくということはないんですよね。で、ちょっと先の話に一旦戻るとですね、科学をめぐる、啓蒙思想家であるルソーも含めてこの時代の男性たちというのはある固定観念を持っていたと思います。だから男性は、やっぱり科学者になったり天才になったりするもんであるとか、エリアス・ミス・ダーウィンとか、これからちょっとだけお話しするアバネシーとか、ハンフリー・デイビーとか、こういう人たちが果敢に地のなんていうんですか、地のこう山をこうどんどん掘り進めていってこう切り崩していくというか、そういうイメージはあったんだと思うんですけど、女性がその人形ばかりで遊んでいる女性がそんなことできるわけがないという固定観念ですよね。でそういう感想学とか、骨相学とかっていうこと、これも科学、疑似科学ですが、関心を持っていたウルストンクラフト、さっきもケーブルファンシーの話しましたが、文学と科学を結びつけるというある種男性的な領域に、果敢に挑んでいく自分の母親っていうのをおそらく、メアリシェリーは忘れてはいなかったと思うんですよね。だからここに来てようやくジェンダーのイメージってすごく大事なんじゃないかというふうに思います。でこれさっき言ったバーミセリーの話ですね、ちょっと飛ばしますけども、これがさっきの序文に書かれてることっていう、でダーウィンってどんな人かっていうと、序文に言及されてるダーウィンはこういうおじさんです。
で、でこの人がやっぱり電気で有名だったわけです。もちろんハーフリー・デイビーも電気電気ってよく言ってましたが、それよりも前から電気を治療に使えないかとか、すごく実践的な電気の使い方について研究してましたから、当然例えば怪我をしたとかどこかが悪いっていうところに電気を当てるって今もありますよね。この考え方というのはエラスムス・ダーウィンから来ているわけですね。で実際実験した絵とかも、残ってますし、でそういう電気の、ルーツということを考えていくと、もっと遡ると実はドクター・ジョンソンまで行くんですよねって、今鈴木先生 の, パートナーの鈴木美香先生という先生と、こうジョンソン・イン・ジャパンという本を、来年に向けて出すんですが、そこに私書いているチャプターはこの話なんですよね。要するにドクター・ジョンソン、サミュエル・ジョンソン有名ですよね。初めて、英語の辞典を作った人ですが、初めて英語を、要するに英語の辞典を作った人の辞典の中に初めてエレクトリシティという言葉が、そうなんですよ、それがちょうど私が今回の研究の成果の一つです1755年にちゃんと載ってますので、皆さん関心のある人はインターネットで、ジョンソン の, ディクショナリーっていうのがちゃんと見れるようになってますので、チェックしてみてください。これが載ってますね。だから1755年からエレクトリシティというものが少しずつ普及するようになっていくんですね、概念として。でところが概念として流通するんだけれども、その霊と電気の関係って何なんだっていうところがやっぱりずっとこの時代の科学者たちが気にしながらも、明快な答えっていうのを見つけられなかった、ところなんですね。でそのジョン・アバネシーという、医師というか、すごく唯物、さっきから言うと唯物主義に対してすごく反論するジョン・ハンターっていう人をずっとサポートし続けた人なんですよね。つまり保守的という、一言で言うと保守的です。ラディカルではありません。でこのアバネシーがパーシー・シェリーの主治医である、さっきから何回も言ってるウィリアム・ローレンスとものすごい喧嘩をするんです、魂のことについて。つまり生命原理はディビジブルなのかディビジブルじゃないのかっていう。ディビジブルってなんだって、これ多分今の英語にはあまりないですよ、使わないですよディビジブル。でもこの時代ではそれが通用するような議論が盛んに行われたわけですよね。ディバイドできるものかどうか、つまり物だったら切れば半分に割れますが、見えなくて実体のないものは割れませんよねということなんですよ。だからインマテリアルなものはディビジブルじゃない、マテリアルなものはディビジブルなんですね。だからそれすごく大事な議論の、焦点だったわけですね。ここにディバイディッドという言葉があるのはそういうことですね。The living principle of nerves has an irritability belonging to it resembling that of muscles.And capable of causing a contraction in them when they are divided. ですのでね、これ面白いのは、実はアバネシ、保守的であるにもかかわらず、こんなこと言っちゃってるんですよね。つまり、もう、矛盾の塊なんです。だから、ジョン・ハンターみたいに、アンチ、唯物論的な人なはずが、ちゃんと医学書をこう1ページずつきちんと読んでいくと、こういうのいっぱいありますよ。これ一つの例として挙げてるだけなんですけど、ディビジブルとかディバイディッドとか言っちゃってますから。だからリビングプリンシプルはディバイディッドって言ってる。あれ、それはあなたが言いたいことじゃなかったはずなのにってものすごい突っ込まれるんですよね。つまり本当にディバイディッドできるのか できないのかっていう議論は、ウィリアム・ローレンスとやっぱりこう喧嘩をした時に盛んにどっちなんだろうっていうことが言われていました。でそれと天才論がどう関係あるかっていうことですよね。だから要するに唯物論なのかスピリチュアリズムなのかという問題になってくるんですよ。ここまで来ると要するに人間を動かす動力はディビジブルなのかディビジブルじゃないのか、つまり魂はインマテリアルなのかマテリアルなのかという
問題ですね。要するにサブスタントサブスタンスって何回も言うんですよね。ウルストンクラストもヴィンディケーション・オブ・ザ・ライツ・オブ・ウーマン、サブスタンスがあるっていうんですか。そのサブスタンスはスピリチュアルなのか、物質的なのか分かんないんですよね。この人たちはみんな矛盾だらけのことを平気で言ってますだから我々現代人がこの人たちが書いてることを理解しようと思っても、ちょっと矛盾の代物をこうなんていうかどう解体していいのか分かんないっていうね感じなんですよね。まあその矛盾してますよっていうことをここで言ってます。でその一つの鍵となった、まあ、何ですか、それを理解しよう、本当にマテリアのかマテリアじゃないのかっていう議論の、まあ、言ったヒントになる実験が電気だったんですよ。電気も確かに見えないですし、でもあるんですよそこにっていう、そういうことで言うと霊と、電気の相似性というんですか、似てるよね。このしかも電気ってなんかチャージすると動物が死んでたのに動き出すよねとかいう話までガルバーニが言っちゃってるもんですから、さらにまあ加熱していくわけですよ。この電気イコール霊というまあ課題がですねもう本当に、19世紀の初頭盛んに議論されることになります。そこでよ、まあ、このローレンスとアバネシーの対決っていうのが電気をめぐって霊がうんぬんかんぬん、生命原理はどこにあるという話になっていきます。でもこの2人結局同じこと言ってるんですよ。言い方が違うだけで多分私の理解はそうですね。でフランケンシュタインのテキストに、まあ、私が一番重要ではないかと思う単語の一つにスパークというのがあります。これは辞書で調べると2つ意味ありますよね。一つは魂のその生気という意味があります。スパーク、スパークオブライフって言いますよね。あとは当然電気のスパークですよね。でこの2つの二重性というかスパークの言葉がどうしてここに、まあ、挿入されてるんだろうかって考えると面白いかなと思うんですが、これ、まあ、引用を引っ張ってきてます。 I might infuse、 これはヴィクター・フランケンシュタインが言ってるんですね。死体にI might infuse a spark of being into the lifeless thing. つまり生気のない死体に生気を注入することができる。それはどういう方法でって言ったら電気なんですね。でどうして電気ってわかるかっていうと序文に書いてあるからということなんですね。だからどっちのことを言ってるかわかんないまま物語が進行しているんです。でメアリー・シェリーの血、じゃあこういうふうなことをメアリー・シェリーに書かせた地というものは周りにどういう状況が、あったのかというとですね、もちろんロンドン、グラスゴーとかあちこちで、まあ、エジンバラも含めてこう実験が行われたところにみんなこう野次馬的に見に行くんですが、メアリー・シェリーはちょうどタイミングよくバースで書いてるんですよ。皆さんディオダティソーで書いてるって思われてるかもしれないですけど、半分以上はバースで書いてるんですね。で去年プラークがようやくバースの彼女の家の前に設置されて、私写真撮りに行きましたけど、バースの滞在先の近くにウィルキンソン、博士の、まあ、講義、しているところがあってですね、そこによく聞きに行っていたんじゃないかというふうには、まあ、研究者の間では、認識されています。ですのですぐそばにその電気なり霊なりっていうスペシャリストがですね抗議してる場所があったっていうのも実は面白いことなんじゃないかと思います。でまあ科学っていう電気っていうものとですね、まあ中世からずっと言われ続けて錬金術のそのね霊の話っていうのがこうミックスしてくるわけですよ。つまりフランケンシュタインのテキストは科学の話じゃないってことなんですね。科学の話でありながら霊の話であるということなんですね。この混ざった感じがちょうどなんというか答えを出しにくいような形で提示されていると。スパークっていう言葉以外使えばよかったのに使わないのはなぜかっていうことも考えるべきかなと思います。だからまあこういう、まずはねこう最初サンダーライニングっていうのがこうフランケンシュタインが幼少期にお父さんとこうタコ上げてっていうね場面があるんですが、そういうのも全部伏線です。苦戦です。で、最終的に大学でインゴルスタットに行きますよね。インゴルスタットで何を学ぶかっていうと、2つの種類の、科学を学びます。で、1つはですね、ウォールドマン博士が、まあ、盛んに、
まあ、ケンプ博士もそうですけど、盛んに進めた現代、まあ、その時近代科学ですよね。電気含めて科学、ケミストリーとかそういうものを勉強しなさいっていうんですが、中世の錬金術っていうのを実は抑圧してるんですね。ビクター・フランケンシュタインはものすごく興味あるんだけども、ケンプ博士に読むなと、そんなものは科学じゃないって言われて、他方こっそり読んでるんですね。なぜかというと、幼いながらにずっとこう錬金術の本を読んだって記憶があるので、どうしてもそこから離れられないんですね。だからお父さんとかケンプ博士に読むなって言われれば言われるほど読みたくなるっていう、逆にこちらの方が、ビクター・フランケンシュタインにとっては魅力的な科学だったんじゃないかと思います。だから最終的にはこの霊なのか電気なのかっていうね、だからあの infuse a spark of being みたいな話先しましたから、その何だったんだってことですよね。あのクリーチャーが動き出す動力は結局どっちだったって答え一切書かなかったんですよ、メアリーシェリーは。結果的には、どっちとも言えるというアバネシー対、まあ、ローレンスのあの論争と全く同じことを再現してるんですよね。同じようなことを同じようなレトリックで言ってるだけなんです。だからまあ当時デイビーみたいな割とモダンな前衛的な科学者、まあケミストリーを使った科学とか、あと組み合わせてね、電気と科学を組み合わせた生命原理とか、そういう話なんかもちょこちょこ、フランケンシュタインには入ってるんですが、でも霊という可能性は、最後の最後まで残してるんですよね。で、なぜかというとですね、スピリットはアニメーションという言葉を、まあ、多用する、まあ、反復して使う、これはもう読者にとってみればある種ちょっとこうヒプノティックな効果があるんですよ。何回もスピリットオブアニメーションってあのフランケンシュタインのテキストで書かれているもんだから、何回も見てるうちにそういうものがあるのかっていうなんというかこう、ね、脳が騙されるというか、まあ、結果的には霊のような電気のようなもので、ダーウィンでさえその神って言っちゃってるんですよ、電気のこと。最終的には電気の、じゃあ電気のような生命原理は何かっていうと、あんな唯物論者が神って言っちゃってるんですよね。まあ神とは言わないんですが、 The Great Architect of the World って言ってるんですね。だからまあ神を示唆している。まあそういうふうな、まあいろんなことをこうテキスト内から抽出して、まあ答えを出すとですね、私の中ではやっぱりこう、あの霊っていう可能性は捨てきれないんじゃないかっていう。ことですね。スピリットってじゃあ最終的に電気だったのかスパークだったのか、ライフってなんだろうという、まあ、ところで、最後終わるわけですけれども、さっきからこう繰り返し言ってる、まあ、天才の源泉ですよね。つまり、ラファーターは、まあ、要するに内面が成長すれば外が変わる、でフレノロジーの骨相学、あのスプルツハンとかガールが言ってるのは、もう生まれた時から宿命づけられているので、その体と付き合って生きていかないといけない。残念でした、あなたは不幸な人間ですと言われても、諦めるしかないということです。この2つのこの対比がやっぱり面白いなと思うのが、そのバルパーガの方で、だからこうスプルツハイムはこういうこと言ってるんですよね。人間は偶発的な外界の感覚印象も身体内部の臓器の存在に対しても少しの影響力を与えることができないの、それどころかある、まあ要するに影響力持てないです、ね。臓器に刺激が与えられればその影響を感じざるを得ない。人間はこの影響力の司令塔になるということは一切なくて、責任を負うことすらできない。自分の人生はなんか自分が、司令塔になって動かすっていうことをできないんですよっていうことをね、スプルトハイマーは言ってるんですよ。なんかこう科学者の言ってるようなことではないんですよ。なんかちょっとすごくこう大げさな臓器論者なんですよね。要するにもう与えられた宿命づけられた身体と共に生きていきなさいっていうふうに言ってます。で、そのバルパーガーっていうこの、1823年の作品はですね、まあ簡単に言うとベアトリーチェとユーサネージャっていう女性の天才の話なんですが、まあそれだけだと面白くないので、あの一応、まあ、カストルッチェあのというその男性のキャラクターが三角関係を結ぶという形で
まあ、巻き込まれているという感じですかね。だからまあ一応見た目の主人公は男性なんですが、一番脚光を浴びているとか一番評価されている、この小説の中で一番存在感があるのはベアトリーチなんですね。ベアトリーチとユーサネイジャーという女性2人なんです。で、2人とも天才なんですよね。ですのでまあそういう意味でやっぱりフランケンシュタインの書き換えなのかなという、つまりあれが天才の物語だったとしたら、この作品では女性の天才をもうちょっと頑張って書こうみたいな、そういうなんというか意思が明確に見えてくるんですよね。で、英雄カストルッチャもビクターほどのプレゼンスないんですよ。ビクターは愚かですけど目立つじゃないですか。だってあんな罪深き人間は他にいないと思うの。ただカストルッチャの罪というのは、まあ確かに、政治的な罪はあるんですよね。まあ例えばまあ、対抗する勢力に対して持っている憎しみをぶつけて復讐に燃えるっていうような、まあちょっと政治的なあれなんですね。個人の恨みとかじゃなくて、ですのである程度ちょっとビクターと重ねられるキャラクター設定にはなってるんですが、でも最終的にこのカストルちょっとこう、恋愛関係を結ぶこの2人の女性が実は重要であると。で、しかもそのベアトリーチェの方がはるかに芸術的な、なんというか感性の豊かさという意味では目立ってくるんですけども、例えば、まあ、その巫女として、政治的に支える、そういう天才の、その、なんていうか能力を、特殊な能力を持ってですね、すごいスピリチュアルな能力を持ってですね、まあ、巫女ってシャーマンじゃないですか。ある意味そのスピリットがこう、なんで入ってきて、自分がメディアとして、存在している。これすごくワイルドもやってることなんですね。ワイルドも結構こういうの使い、こういうアイデア使いますよね。それで、彼女のその輝く目とか赤くホテル方とかっていうのも、なんかそのこれもちょっと乾燥学入ってきてるんですよね。だから骨相学と乾燥学がだんだん混ざってきてる感じがすごくします。彼女を崇高にする霊っていうか、そのスピリットがこう顔に登ってきてる感じというのが出るわけですね。で、メアリー・シェリーのバルパーガに描かれるベアトリッチェというのは、男性権力者の犠牲者として知られる、その有名なベアトリッチェ、チェンチのイメージというのが実は重ねられて、ここに来てようやく、わあ、なんかもうメアリー・シェリーもようやく、なんというか、他のその時代に生きた偉大なる詩人たちと同じようなテーマを選ぶようになったと。ちなみに夫の、パーシー・シェリーはこのちょっと前にチェンチ一族っていう詩を書いてですね、すごく、まあ、評判が良かったので、おそらくその、まあ、家庭で、旦那さんをまあ、助けますよね。まあ、ディクテーションしたりとかチェックしたり修正したりっていうことを助けながら、メアリー・シェリーもベアトリーチェという女性にどんどんのめり込んでいくわけですね。ただベアトリーチェっていうのを前に出さずに、やっぱり男性のその政治的なこう錯綜する、まあ、イタリアの情勢の中でベアトリーチェという天才を生かしてるというね、なんかすごくやっぱりこう、まあ、技巧に長けたというか、巧妙になってくるわけですね。作家としてだんだん円熟、ま、身が増してくるというか、まあ、これはもともとのチェンチの話ですね。だからどういうふうな影響があったのか、あっちもよく知らないので、正直ちょっとチェンチの話はあんまりしたくないんですけど、一応でもチェンチってどんな話っていうと、こういう話で、まあ、犠牲者としてのベアトリーチェっていうことを前景化したいわけですよね、メアリー・シェリーは。多分元々の話は、まあ、すごい暴力的なお父さんがいて、お父さんが、まあ、その家族を虐待するので、ベアトリーチェが何とかしようって言うんで、訴えるんですよ。それでようやく捕まってよかったと思っていたら、そのお父さんが反逆してくるんですよね。で、みんなでボコボコにしてっていう、その最後のこの、金槌で殴り殺しってところは、なんかちょっとこう、恐ろしい部分なんですが、こういう暴力的なことをして死体はバルコニーから落とすっていう。で、このベアトリーチェ像と、もちろんそのメアリー・シェリーのベアトリーチェ像一緒じゃないんですよ。全く違うんですが、ただ一つやっぱり男性の、まあ、力によって押さえつけられる女性がどう反逆するかという部分では重なってくるのかもしれません。
で、この、まあ、天才の身体には、霊が宿るというイメージっていうのはさ、あの一番最初にウィルソン・クラフトがケーブ・ファンシーの中で、何度も何度も言及した、この人は、死ぬ前はこういうスピリットがこの体に宿っていたんじゃないか、その跡が顔に見えるとかね、感想学的なことをウィルソン・クラフトが書いているっていうのも含めて、ベアトリーチェの身体的な描写ってやっぱりすごく多いんですね。だからやっぱり天才はこういう証があるとか、こういう、まあ、特徴があるとかっていうことを、たくさん、まあ、あの探していくと面白いかなとは思うんですが、ちょっと今日はそこまではやりませんが、これなんかはちょっと一番分かりやすい引用かと思ってちょっとあの訳してみました。あのユーセニージャーって言ったら、まあ、三角関係の中で自分のライバルなんですが、ライバルに会った時にこれを言うわけですよね。つまり自分は捨てられてるわけですよ、男に捨てられて、もうものすごいもがき苦しんでいると。そこでその三角関係のライバルに出会ってしまったらどういうふうなことを言うだろうかっていうところなんですね。ご自分の胸の内を覗いてみればいいのだわ。そしてもしあまりに穏やかだったら代わりに私の心の内を見てみてください。つまり自分の心の内はもう嵐のように激しく渦巻いているわけですよね。で、悲観、憎しみ、悲しみ、あ、ごめんなさい、それはあの渦巻いていたっていうのがこの一つ前の場面であって、でこの、ユーサネージャーに出会った時はそれ言わないんですよ、ごめんなさい。で、悲観、憎しみ、悲しみは一切ありません。圧倒される、威圧するような永遠の苦しみがあるんです。だからね、なんて言ったらいいんですかね、この苦しみをどういうふうに表現したいかってものすごく言葉を選んで、表現するんです。そこがすごく詩的なんですね。だからベアトリーチェの芸術的な天才はもちろん神の、そのスピリチュアルな部分を巫女として演じるというかパフォームするという部分も天才なんですが、こういった時に自分の苦しみを相手にどう伝えるかという部分でもすごく天才的な言語能力があるわけですよ。ですごい引き込まれるんですよね、読んでいてね。で、神が私を創造しました、私はその神の手によって作られし人間なのでしょうか、あ、一体どんな霊が私のこの哀れな体に紛れ込んだのでしょう。これ全くフランケンシュタインのクリーチャーのインフューズと同じイメージなんですよね。だからインフューズしたものが悪かった、つまり種が悪かった、入ったものが悪かった、神が悪いという、これは骨相学的な有物論的な発想なんですよね。霊なんですが、霊にはそもそもインマテリアルかマテリアルのか、ディビジブルかインディビジブルなのかという正体が分かってないので、この時点で霊って言った時はどっちもあり得るんですよね。マテリアルかインマテリアルか分かんないんですよ。でもそのスピリットがとにかく最初に入ったものが私の運命を決めてしまって、こうやって苦しむ羽目になったんだと。だからすごく運命論じゃなく、まあ、宿命論的なアプローチをしている、ベアトリーチェっていうのがここに浮かび上がってくる。で、まあ、その今言ったことをちょっとこう全部総合して今日のまとめをするとですね、スプルツハイマーの宿命論的な思想の影響というのが多く見られます。特にベアトリーチェの描写はもうそんなこんなことばかりですね。病の担任を作り出した神とかなんかこう、メアリシェリーのその悲観とか、まあ、彼女はたくさん、ね、家族を失っているのでそういうところも関係するんだと思いますが、これメアリシェリーが日記で書いてる、あ、手紙でごめんなさい、手紙で書いてることが、すごく面白いんですが、自分が他の人よりも弱い肉体から想像されたのではないかと考えるとスプルツハイムに共感しますって書いてるんですね。だからスプルツハイムっていうその有物論的な思想っていうのが彼女を苦しめている。例えばもともと生まれつき弱い人間は一生弱いっていう悲観っていうのをこの手紙の中で、まあ表しているのかなと思うんですが、それがまさにベアトリーチェが神によって宿命づけられたその、まあ、弱さなのか苦しみなのか、そういったものを背負わされているというところはすごく似ているので、まあ、ヴァルパーガは女性が天才になるということを、まあ、頑張って追求したものの、果たして幸せな天才を描くことができたかというと、それはできなかったんですよね。でもそれはよく考えると、
ビクター・フランケンシュタインの場合も一緒だったので、やっぱり天才というのは、苦しみを伴うものであり、それが男性であろうが女性であろうがというふうなところが、メアリー・シェリーの一番言いたかったところなのかなというふうに思います。まあ、これが今日の全部のまとめなんですが、ビクターや、ウォルトンのような科学者の天才、ではない、クリーチャー、クリーチャーってちょっと、なんて言ったらいいんですか、両性具有的なんですよね。だからね、そのビアトリーチェ的な女性的な芸術的なこう感性を持っている、科学ではない天才であるというところを、まあ、ジェンダー的にはクリーチャーは男性的なのか女性的なのかなっていうのはちょっと判断しかねるんですが、ただバルファーが読んだ後にもう一回フランケンシュタインを読むと、もう明らかにベアトリーチェとクリーチャーが重なるんですよね。そこら辺はすごく面白いと思います。で、文学の登場人物にも共感する感受性の天才っていうところで、クリーチャーとベアトリーチェはすごく似てます。で、男で、まあ、実際はでも男なんですね、クリーチャーってね、ヒーって言われてるので、まあ、同時にでも女性作家のメアリー・シェリー自身の心理も反映していると言えなくはない、なぜならば理性主義的で、まあ、自由意志を持ちたいと言った親、まあ、この思想家っていうのはウルストンクラフトもゴドウィンもすごく理性主義者だと言われてるんです。今でも信じられてますけども、でもよくよく小説を読むとものすごい感情的な人間なんですね。だからこの揺らぎっていうんですか、感情と理性の揺らぎの間で、まあ、苦しんでいる両親を見続けたメアリー・シェリーが書くことのできた天才の物語っていうのはやっぱり揺らいでいるっていうところなのかもしれませんけれども、だからその理性とか科学への信頼を継承したいと思いながら、なんか衝動とか破壊性っていうのを回避できない、なんとも言えないこう苦しい人間、それが天才表彰につながってしまっているような気はしますけれども、まあ、感受性あふれるベアトリーチェによる、愛が欲しいってね、希求する部分とか、クリーチャーの愛を渇望する部分なんかはすごくやっぱり重なってきて面白いんじゃないかなということで、一応今日のお話を終わりたいと思います。すみません、ありがとうございました。はい、ちょうど95分話してくださいまして、ありがとうございました。何か質問を取りたいと思います。どうぞ。文学の方、それから文学でない方、質問があれば。じゃあ、少々お待ちください。ご発表ありがとうございました。小学部の西尾と申します。専門ドイツ文学で、18世紀か19世紀ぐらいで、あんまりこの辺全然詳しくはないので、とても勉強になりました。すごくピンポイントというか、全体の科学のところも本当は最近関心はあるんですが、あまりちょっとまだ質問できるほど詳しくないので、ジェンダーのところでちょっとお伺いしたいんですが、多分その天才論とジェンダーの論争、ドイツでも結構あって、で、ドイツの場合だと基本的には多分女性の天才っていうのは概念上ありえないっていうような枠組みになっていると思うんですね。一番有名なのはロマン主義の、フリードリヒ・シュレーゲルの、ルツィンデというテキストがありますが、そのルツィンデが、まあ、それを天才論として読むか、あるいは芸術家論として読むかっていうのはいろんな読み方があるんですけれど、あのあたり の, そのロマン主義の思想っていうのは基本的にはその自分と異なるものを、どんどん弁証法的に取り込んでいくっていうような方向性があるので、例えばその男性がより完璧な芸術家になるっていうふうになると、その女性的な感性とかを身につけた詩人ほどより完璧なっていうふうになるんですね。なのですごく面白いんですが、男性が女性的になるとそれは芸術家としてレベルが上がるんですが、逆に女性が男性的に芸術をやろうとすると男勝りの変わった女性だということで、排除されるというところがあって、等式としては同じはずなのに
にベースがどっちかによって、完全にそれが排除されるという、なんというか言説構成がすでにあります。で、例えば直接の関係はよくわからないんですが、ずっと以前から思っていることで、メアリー・シェリーとすごくよく似た、詩人というのがドイツにいて、ドロス・ヒルスホフというアネッテ・フォン・ドロス・ヒルスホフというそういう詩人なんですが、19世紀のドイツ文学の女性詩人だと多分一番有名で、文学史でほとんど例外的に今は地位を確立している、そういう人なんですが、多分とても本当に似ていて、ゴシック趣味のものをものすごく大量に書いているっていうことと、あとすごくなんというか芸術家論みたいなものを自覚的に、そういうところに取り組んでるんですね。で、その特にドロステのテキストとかを読んでいると、すいませんちょっと脱線してしまってあれなんですが、すごくその自分が、作家になりたい、特にその作家っていうのは娯楽作家ではなくて、一流のその芸術家として認められるような作家になりたいけれども、それをやってしまうと、女性である自分がその同時代から理解されないという、そこのジレンマがものすごく強烈に、あった詩人だというふうに一般的には言われてますし、僕もそういうふうに理解をしています。で、今日の例えばご発表いただいたシェリーの話だと、すごく電気的な背景とか、実際そのシェリーがどういう人たちを見ていてっていうところを丁寧に再構成していただいたので、すごくイメージが湧いたんですが、それとは別に多分、同時代に流布している誰のものかよくわからないけれども、言説の圧力っていうものが、当然あるのだろうというふうに思うんですね。で、そこで例えばそのドロステが、自分でその彼女は非常に自覚的に詩人というか書くことをテーマにしたその詩というものを大量に書いてるんですが、そういうものをやるときにそのミューズの話が例えば出たりする。で、そうすると、詩で叙情主体の私が、詩人だったとして、そのミューズが自分に霊感を与えてくれるとすると、叙情主体の私が女性だとミューズは男性でないといけないんですが、ドイツ語ではミューズ、ムーゼは女性名詞というふうに決まっているので、そこでものすごくいびつな、性別の交差というものが起きることになります。要するにそうやって文法規則とかもどんどん破壊しながら書かないと、女性の芸術家というものを定立できないという、そういう、文脈が19世紀の初頭の少なくともドイツにはかなり強烈に、あって、で、すいません、質問というのは今回あまりその点には触れられなかったかと思うんですが、このシェリーが、書いていた時代の、イギリスにおけるその芸術論とそのジェンダー論の、一般的になんというかその主流だった、言説の構成だとか、そういったものっていうのはどうなってるんだろうというふうに、そのシェリーが、実際に自分の周りにロールモデルがいたかどうかというのとは別に、一般的なその当時の価値観として無意識に受容しているものだったりだとか、そういうところでもし何か補足していただければありがたいです。すいません長くなりました。あ、そうですね、アイキンとかって聞いたことあります。ジョン・アイキンとか、多分その詩人ということで言うと、まあ、もちろんそのメアリー・ロビンソンとかそのジョン・アイキンとその、バーボルドっていうね、女性詩人がいるんですが、やっぱりその、多分こういう文法を破壊していかないと女性がその天才としての詩人の地位につけないっていうものは、その当時女性詩人たちが一番認識していて、でそのためにシャーロット・スミスなんかは一番典型例だと思うんですけど、まあ、もう名前挙げとキリがないんですが、そういう、シャーロット・スミスが一番分かりやすいのでちょっと例を挙げると、男性の文法と女性の文法違うんですよ、イギリスの詩でいうと。で、男性的な詩は必ず、まあ、なんかこう軍隊とか、その科学とかっていうものに言及するんですよね、詩の中でも。女性は科学の中でも博物学までは許容されるんですよね。だから花はいいんですけれども、例えばその向こう側に軍隊が来てるとかっていうことはダメとか。で、シャーロット・スミスはその文法を破壊するんですよね、完璧に。で、その、彼女の詩の中で一番面白いのは、やっぱりそのちょっとずつ、最初はフェミニンな冒頭から少しずつ、長い詩なので、少しずつ男性のイメージを取り入れていく。で、慣らしていく。で、最後にはもう普通に、そのバトルのイメージが支配していくとかね。
だからその男性的なイメージを、うまく用いることによってある種その女性の地位を向上しようとする意識はすごくその当時の女性にはあってですね。でシャーロット・スミスは、メアリー・シェリーの、同時代詩人ではなく彼女の母親のウルストンクラフトの同時代詩人であるということが最も重要で、一世代前の女性がすでに女性の詩人としての地位を築こうとするジェスチャーをですね、散々見せつけていくわけですね。で、当然ウルストンクラフトは詩は書かないんですが、そういう女性詩人たちの天才ぶりに多分感化されてケーブルファンシーみたいなものを書くんですよね。彼女は、ね、詩人でなくて書けなかったので。ただ、面白いのはジェーン・オースティンの時代に差し掛かってくる頃にジャンルの変容というのがあります。でそれまでは当然、詩人を書く人イコール天才という文法があるんですが、やっぱりジェーン・オースティンみたいな天才が生まれつつある時代には小説家が天才っていう。で、これは実はスタール夫人の、コリーヌと全く同じことが言えると思います。だから、ルソーみたいな、ああいうこう天才像とか、天才像とかあったんですけれども、多分コリーヌでだいぶ変わりましたよね。だからスタール夫人のコリーヌのイメージって、あれは彼女はもう芸術の天才なんですよね。ある種、ここのベアトリーチと同じ立ち位置にいるんです。で、残念ながら先ほどおっしゃったように、文法を破壊すると何か、その、ある種代償を支払わなければいけないと。それが死なんですよね。だからコリーヌは最後死ぬんですけれども、ただでは死なないんですよ、彼女は。振られた男に向かって、あなたは、なんて言ったかな、きっとディドーの幽霊に さらわれるわみたいな忘れましたけど、なんかこう言いたい放題言って死んでいくんですよね。だからある意味死は代償として支払うんですが、天才として、文法を壊したお詫びに、死にますと。ただでは死にませんというようなまあそれはフランスでもやってることなんで、割とベアトリーチェとそれに近い文法があるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございました。理工学部の荒金と申します。専門は哲学です。ずっとお話聞いてて分からなかったのが、天才の定義なんですけれども、最初の方で、独創性と少し結びつけてお話しされていて、でその時はなんか独創性と天才というのは違うんじゃないかなと私感じまして、というのは、独創性って多分その時代背景とか、その文化とか、変わっていくものなので、例えばお母さんおっしゃられたように、その時代には早すぎたみたいな言い方とか、要するに時代に相対的なもの、独創性ってそういう性質があるのかなと思うんですが、でもお話の中では、そういうんじゃなくてもっと絶対的な基準があるかのように天才っていうお話をされてた部分もあったので、そこをちょっと小川さん自身の言葉で天才っていう言葉を使っている場合と、あと例えばメアリー・シェリーにおいての天才っていうのはもしかしたら区別されているのかも分かりませんけども、なんかもうちょっと定義してほしいなってずっと思って話を聞いてました。で今日のその講演の、おそらく最も私が問題にしたいところが、定義をしなければいけないというその枠組みがあったとしたら、それはやっぱりジェンダーであるというところが最も私がテーマ化したいところなんですが、定義をするということはある種男性化するっていうことに なりうる言葉ではあるんですよね。でなぜかというと、さっき言ったそのエドワード・ヤングという人が言っているオリジナルは、男性がオリジナルだからこそその社会に受け入れられ、先ほども質問で言ってくださったように、その受け入れられる天才かどうかというところが定義してくださいという部分とつながると思うんですよね。で残念ながら18世紀までの天才像というのは男性で、かつ、非凡な能力を持っている。それが科学であれ芸術であれ
文学であれというところに多分帰着すると思うんです。その定義性と定義しなければいけないということになれば多分そこに行くと思うんですが、その時にジェンダーという問題が関わると一気にその定義がやっぱり崩壊するわけですね。なぜならば女性が天才であり、まあ、あるということはないっていう常識の中でこの言説が少しずつ書き換えられていったので、その書き換えられるプロセスを緻密に分析すると脱構築できるということが最終的に分かればいいかなと思っているぐらいの、それぐらい緩い定義の中でしか、ジェンダーの天才論ってまあ、その議論すらできないんじゃないかと思う。で、まずそのどうして感受性の問題を持ち込んだかというと、先ほどの質問にもあったように、天才という本、批評書がありまして、それを読めば定義がどんどん変わっていきますよっていう本なので一番わかりやすいと思うんですよね。ちょっとタイトルなんとかジーニアスもなんとかっていうね、すぐに思い出せないですけど、でその批評は、まあ、根節丁寧にその定義を、時代に分けて説明してくださってるわけですよ。で最初の定義は、まあ、さっき言ったみたいなオリジナルとか男性的とか非凡な能力とかって、でそうなんですが、18世紀になるとエドワード・ヤングみたいな人がどん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 感受性に訴えかけるようになってる。それまでは非凡であれば理性的であっても天才と呼べる定義があったんですが、例えばアレクサンダー・ポープとかドライデンとかも天才なわけですね。でそれはどうして天才かというと、例えば、新古典主義的な枠組みで言うと、まあ韻を踏む天才とか音を計算してこの言葉を紡ぎ出すとかね、ほぼ理性の、領域に入ってくるんですね。だから天才はその知的であり技巧を凝らして非凡であるということが18世紀の前半までは通用したんですが、エドワード・ヤングがちょうどその真ん中にいる人で、初めてそのオリジナルというだけじゃなくてですね、感受性に訴えかけるような、要するに相手を驚かして怖がらせたり喜ばせたりという感性に訴えかける言葉を積む、それがロマン主義の、まあ、要するに流れにつながっていくっていうことをさっき言ったんですけども、だからロマン主義の実はその天才像って女性化されたものなんですね。つまり理性とか科学という天才とは全く違う文脈の中で初めて天才というものが女性も使えるようになった。だからこそメアリー・シェリーのフランケンシュタインはあれだけの人気を誇ったということも言えると思うんですよね。女性が書いたものであるということは最初はひた隠しにして出すんですが、後にメアリー・シェリーが書いたと言っても売れなくなったわけではないんですね。つまり女性もああいう突飛な発想で感情に訴えかけるものを書く天才であり得るというなんていうか、もっともらしさがようやくその感受性と天才のコンビネーションがもっともらしいという言説が初めてメアリー・シェリーの時代に生まれたおかげで、ある種メアリー・シェリーは天才になれたというところなのかなと。で定義はね本当難しいんですが、定義の話をもしするとしたら多分定義の話で終わってしまうので今日はあえてそこは避けたんですけども、まあ、ジェンダー化ということで言うと女性的な感情に訴えかける感受性が豊かなベアトリーチェとかコリンヌとか、ああいう人たちの天才の可能性というのが探求された時代背景がありますということと、あとそれまで理性と科学が天才だと言われていた時代から少しずつシフトしていっているというようなイメージで、まあ、定義するとすれば、やっぱり天才というのは一言では定義できませんねということを、まあ、私は一番言いたかったことなのかなと、質問していただいて初めて分かりました。ありがとうございます。同じく理工学部の三上と申します。専門社会学、科学社会学をやってましてですね、全く文学などには、あまり素養がないもので、非常に面白く聞かせていただいたんですけども、ちょっと的を外れた質問になるかもしれないんですけども、今誤解とされている中でもですね、最初は出版された当初これがその女性によって書かれたものだということが、まあ、隠されていてというようなお話があったと思うんですけども、その話とこのフランケンシュタイン
フランケンシュタインに出てくるこの創造とクリエイター怪物なんですけども、どれぐらいつながるのかなっていうのをちょっとずっと考えていて、なんでかっていうと、その男であるっていうのも先生おっしゃったように、ヒーっていうふうに書かれていて、そのために男だろうっていう、そういうことだと思うんですけども、この書籍が出版された段階で、名前がどういうふうに出てたのか私知らないんですけども、女性であるということが隠されていて、おそらく、読者は、男性が書いたものだろうと思って、それを読んでいたっていう時期があるんだと思うんですよね。それとそのこの、名前がなくって周りの人たちが男性だと認識しているっていう生き物がいて、最終的に本の方はその明かされるとそれが女性によってっていうことになると思うんですけども、それが、そのフランケンシュタインの中ではそのクリエイターの性別っていうのは明かされないままなわけですけども、実際は女性だったっていう可能性の方が高いんじゃないかなっていう、その周りはその男性として認識していたこの怪物なんだけれども、実際の性別として女性として書いていたんじゃないかっていう可能性が高いんじゃないのかなってちょっと思っていたんですけども、そこら辺ちょっとその先生のご意見とかっていうのを伺いたいかな。いやもう本当そういう質問来ると本当困るんですよねいやでも私の意見としては、明らかにヘトロなんですよ。ヘトロセクシュアルな、怪物というか、クリーチャーとして描かれていて、しかもヒーなのでやっぱり男性なわけですね。たとえメアリー・シェリーが女性作家だとしても彼は彼なんです。で、それが明らかにもっと明らかになるのはやっぱりこう小説の後半でビクター・フランケンシュタインに交渉するとき、アルプスの山の中で、僕のメイトを作れと、フィメールメイトを作れ、コンパニオンって言うんですよね。でコンパニオンって言ったときに果たしてそこでヘトロセクシュアルでない例えば同性愛者を考えたんだとしたらその可能性はあると思うんですね。でも明らかにヘトロセクシュアルなニュアンスでコンパニオンが欲しいって書いてたので、私が読んだ印象はもうどっちかというとヘトロセクシュアルな関係性のある相手コンパニオンを作ってほしいって、ね、言ってる感じはするので、もう一回ちょっと読まないと分かりませんけど、多分メアリー・シェリーは実際にキャラクターとしてヒーだろうがシーだろうがあまりこだわってなかったような気がする。ただ彼女がこだわってるのはクリーチャーがフェミニンであるというところはこだわりたかった部分なんじゃないかと思いますね。ビアトリーチェ的な天才であらねばいけない、つまり感受性が豊富すぎて劇場に走って復讐してしまうような、ある種ファンファタールと家庭の天使がなんか合体したようなモンスターですよね。つまり感受性豊かであればあるほど狂気に走ってしまう、後に JR のバーサみたいになるって言ってちょっと分かるかどうか分からないんですが、 JR の、屋根裏部屋に閉じ込められた女の人が、狂気に走っちゃってその屋敷を、に火を放ってですね破壊するっていうような、ああいうイメージがちょっと重なってくるところがあるんですよね。そのこの時代本当に女性のヒステリーとか狂気というものが盛んに、医学書の中で、議論されていた時代ですから、当然フランケンシュタインの中のクリーチャーがベアトリーチェ的な狂気にちょっと走っているということは重要なことで、しかもそれがフェミニンな病気であると、ヒステリーというのはフェミニンな病気で女性が抱え込む病気なので、ある種クリーチャーは確かに特徴としては女性なんだけれども、キャラクター設定は なんかやっぱりヒーに しなきゃいけなかったわけですね。でそのなぜヒーにしなければいけなかったかっていう私 の, さその、想像というか予想というか、はやはり当時天才イコール男性だということが16歳の女の子が書いてますからね。これ20何歳になるとまた違ってきたかもしれないんですが、まだまだこう社会のことを知らない、刷り込まれたままのイデオロギーを持ち込んで書いているというところが重要なところだと思うんですよね。でも彼女なりに女性性とか女性的なる天才はサポートしたいんですよ。そこにギャップが生まれてるんだと思うんですよね。つまり男性なんだけれども持ち得る特徴はなんか全部女性的なんですよねっていうね。それを能
してバルパーガという、まあ、その後書いた小説で狂気に走る女性的な女性の天才を書かなければいけなかったかというと、多分大作目で彼女は自分のイデオロギーに気づけてなかった、つまりその社会のさっき言った圧力に負けて書いてしまった部分が、まあ、多々あったという反省のもとにそういうキャラクター設定をし直したんじゃないかなというふうには思うんですけど、どうでしょうか。経済学部の西島と申します。日本のアニメとか漫画を勉強していますけども、担当直人に質問なんですけども、その、まあ、クリーチャーというのは幽霊であるという話 で、それはその罪悪感というものを背負っていると。で、まあ、その罪悪感は何か、まあ、罪悪感だから怖いという話にもなって、それはつまりまあ読者がそれぞれ想像すればいいと思うんですけども、先生はその罪悪感というのは何だと思う。その質問は、ビクター・フランケンシュタインの罪悪感ですか。誰によるってこともあると思うんですけども、うんうん、まあ、例えばシェリー、メル・シェリーにとっての罪悪感だったら、それは何が体現されてると先生はご考え。ちょっとね、やっぱり時間のところで全部こう、もうすごいこう複雑な状況でメル・シェリーが書いてるので、なかなか全部説明 しづらかったんですが、その質問は本当ありがたいです。本来言うべきことなんですけど、メアリー・シェリーは、まあ、書き落ちをします。 それでその時に、もうすでに妊娠をしているんですが、残念ながらやっぱりそのイギリスからスイスに向けて、まあ、フランス、ドイツでこうアルプスを越えていくわけですね。でしかもその車に揺られながら妊婦がですね要するに妊婦がそういう状況で旅をするということ自体本来許され、今は絶対そういうことはありえないと思うんですけど、許されなかっただろうに、駆け落ちという反道徳的な行為に及んでいるときは、まあ、盲目なわけですよね。で、当然その、まあ、流産したり、死産したり、生まれてからすぐに亡くなったりっていうケースが何回も続いてしまったわけですね、メアリー・シェリーの場合は。でそこに来てようやく生命の責任ということを考え始めたんだと思います。でそれは若干15歳から16歳の間にですね、何回もその妊娠をして死産をするということを繰り返してしまったということが一番大きいと思います。でそのファニー・ムレーの死っていうことに対しても実はものすごい罪の意識を持っています。彼女が駆け落ちしてお姉さんを一人ぼっちにしたら当然彼女はもう疎外感で生きていけないだろうってどこかでは分かってるのに、もうその情熱のその情熱的なこう愛とか恋愛とかっていうもの全てのものが見えなくなっちゃってたんですよね。それでスイスでおそらくそういうことを考えながら、フランケンシュタインの物語を紡いでいくので、たとえ主人公が男であろうが、クリーチャーが男であろうが、彼女がやっぱりそこに転写するものってやっぱり罪の意識が一番強かったんじゃないかと思います。ですので生命を作り出すことっていうことに執着する理由もわかりますし、何とかして失った命を取り戻したいという気持ちもあったでしょうし、まあ、そういうことを重ねて考えていくと、あの罪の意識は当然彼女自身の駆け落ちをしてしまい、あの数多くの命を失ってしまったということなのかなとは思います。まあ、いろいろ他にもあるかもしれません。ありがとうございます。すいません、一つだけ私質問してよろしいでしょうか。ごめんなさい、大変面白い話 で、いろんなところで、そうなのかと思いながら聞いていたんですけれども、このメアリー・シェリーの天才論というのは家族論の中での天才論ですよね。お父さんがいてお母さんがいて自分の配偶者がいて、その中で天才だっていう家族の中で自分は天才になっているっていう、
そういう家族にベースを持った天才論ですよね。で実はですね、あの18世紀から19世紀にかけてはいくつかの家族論をベース、あの家族をベースにした職業みたいなものがあって、あの医学の世界でいうと、あの蝋を作る、蝋で人形を作るっていう有名な仕事があって、であのこのヒーローっていうかヒロインっていうのは女性なんですよ。なぜかっていうと、あのそういうところに結婚していったからっていう形で、あのあるいはあのマダム・タッソー、あのマダム・タッソーというのもあの完全に家族の脈絡の中で、あの自分は蝋人形を監督する女監督になったっていう、あのそこではっきりと女性の地位の向上というものが、あの家族っていうそういうもう一つの組織をベースにしている。で一方で天才っていうのは今個人の特徴なのか、それとも家族の特徴なのかっていうこと、あのちょっとあの、話としては霊魂と魂と身体っていう個人の中に入っていく方向があるのに対して、家族から見るとどうなんだろうっていうふうに考えることができるんじゃないのかなというふうに、あの、まあ、ちょっとあのそういったことを考えて、あの言いました。ちょうどあの、18世紀 あの天才的なあの蝋で作るっていうそういう職女職人たちっていうものがどんどん大きくなって、そして今ロンドンに行くとマダム・タッソーの巨大なあのものに、ね、僕ちょうどその前を歩いてきたんですけれども、であのちょっとあのそこのこれを一般、あの個人ではなく一般的なものにするとというようなこと、もし何か考えがありましたら。そうですね、あの今だったらというか現代社会において家族と天才の結びつきについて考えると、またさらに面白いこと言えそうだなと思うのはやっぱり DNA ですよね。まあ、つまり、まあ、あの DNA というものの、 その結びつきが、まあ、家族内で、例えば A の息子は A と B の息子は C で、その C はやっぱりその DNA によって天才という特徴を持つとか、なんかそのそういう身体論はあり得るんですが、18世紀19世紀っていうのはやはりまだその DNA という過去としたなんかこうポジティビスティックなあの家族の間間で身体的な交換とか、そのどういう特徴を、まあ、継承しているのかということが分かりにくいので、だからこそ多分感想学みたいに外から例えばあのさっきも見てわかると思うんですけど、ゴドウィンとメアリー・シェリーの額が両方とも同じぐらいの面積であるとかだから身体に書き込まれた DNA 的なイメージというのはあったと思うんですね。だからゴドウィンがどうしてニコルソンの感想学に関心を持ったかというと、自分と同じ特徴を持つ顔を見せたかったっていう部分があると思うんですよ。だから自分の血を受け継ぐ、ある種 DNA を受け継ぐって今だったら言えるんですが、自分の額を受け継ぐという身体化された家族の継承方法がこの時代は、まあ、たまたま感想学と言えるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、マダム・タッソーなんか面白いですよね。本当にあのマダム・タッソーはどっちかというとあの、うん、力関係でいうとマダム・タッソーの方が旦那さんよりも強かったっていうことは広く知られているので、ちょうどその時代背景にこういうことが起こっているっていうのはやっぱり女性の地位向上、しかもやっぱり女性が何かを創造する、作る、マテリアルなものを生み出すっていうことと、まあ、直結してくるのかなと思って、いや面白いですね。なんかそのウルストンクラフトは残念ながら亡くなっていたので、身体的なつながりを実際目で確認するということはメアリシャリできなかったので、だからこそ魂のある種のなんていうか奇跡というか、その残された言葉を追っかけることによって継承するというやり方をメアリシャリは取ったん
のかなっていうのが私にとってはすごく面白い、はい、テーマかなと思います。あの今 DNA のところだけあのちょっとあの、まあ、考え方としてなんですけれども、まあ、ラマルクなんか出てくるのも少し後になるのであれですけれども、おそらく DNA としての遺伝をするっていう考え方よりも先に形質遺伝、獲得形質の遺伝の方が考え方としては先に来ているはずなので、あの人がこう生活をしていく中でこう培った能力みたいなものがあのそのまま次の世代に引き継がれていくみたいな考え方の方が先にあったと思います。まあ、そういう意味ではその家族っていう単位がおそらくその能力としてこういう、まあ、その文学であったりとかあの、まあ、そういった芸術の領域とかで出てきたものに関してはより強くその、遺伝しているんじゃないかっていう、まあ、そういうような考え方が、まあ、あってもあったかどうかは私は知らないんですけども、まあ、あっても、まあ、おそらくおかしくないっていうか、そのあの今現代の DNA で考えるよりもおそらく、まあ、そういったことが普通に考えられていたんじゃないかなっていう気が、ちょっとしました。はい、でも面白いですね。それはなんかチャールズ・ディキンズにつながっていきそうな話ですよね。あの徒弟制度、だからルソーも徒弟でしたけど、あの時計のやっぱりその、スキルを継承するというのは確かに家族の関係性の中で一番よく見られた傾向で、ゴドウィンのセントレオンという小説は特にですね継承の話なんですよね。だからそのスキルをどう継承するのか、当然ゴドウィンが自分の娘メアリセリに継承してほしいスキルは執筆なんですよね。だから本当に口を酸っぱくして嫁と賭けはずっと言ってたと思います。だからものすごい教育パパでだからそれは徒弟制度の枠組みの中に入る作家の徒弟制度なんですよね。あ、そういう意味ではそれがチャールズ・ディキンズの時代にデビッド・コパフィールドとかああいうなんグレート・エクスペクテーションみたいな徒弟制度が壊れていく、要するに資本主義社会の中でそういうものが父と子とか母と子の間で継承されるんじゃなくて工場という人工的なもの、まあ、経済体の中で再生されてしまう、それによって生まれる悲劇というのが19世紀半ばにできて、まあ、なんていうか物語として成立していくっていうのは面白いところかなと思いますね。はい、2時間15分はい、あの2時間15分というあの多分これは破られない記録になると思います。あのいえいえ、あの非常にあの素晴らしい発表 で、そしてあの多くの皆さんがあの興味をあの持って、そしてこれを何らかの形で自分の研究だけではなくて教育の世界にあの組み込んでいこうというようなこと、皆さんあのきっとあの深く考えたと思います。あの小川先生、本当にありがとうございました。